皆さんこんにちは。2010年後期から A1 級を守り続け、誰もが認める岡山支部のエースとなった茅原優希選手。2024年7月にボートレース大村で開催された SG 第29回オーシャンカップにて自身2度目の優勝を飾りました。 SG 2度目の優勝に力を入れた茅原優希選手は、優勝戦にしてキャリア初のチルト一度に設定。これにはある理由が隠されていたのです。今回はそんな茅原優希選手の経歴を振り返りながら、優勝レースの詳細やチルトを変えた本当の理由についてご紹介していきます。茅原優希選手は岡山県出身、岡山支部のボートレーサーです。県立東岡山工業高校在学中にアマチュアボートの経験があり、小型船舶の免許を16歳で取得。幼少期から父親とボートレース小島を何度も訪れていたという茅原優希選手。ただその頃はレース観戦よりもキッズコーナーのテレビゲームに夢中だったのだとか。競艇という競技に興味を持ち出したのは中学2年生あたり。船の動きが立体的に見える1マーク側の観戦が特に好きだったそうです。スピード感や迫力だけでなく、モーター音や潮風に乗って匂ってくる排気に心地よさを覚え、レーサーになりたいという思いが強くなっていったと話しています。その後競艇の道を目指すために高校を中退して養成所試験に挑み、5回目のチャレンジで念願のボートレーサーになりました。茅原優希選手の養成所のリーグ成績は勝率 7.03、 準優出4回、優出5回、優勝1回。リーグ第2戦では5コースからまくりを決めて優勝を飾っています。卒業記念競争は予選の妨害失格が響いて優出できませんでしたが、7点超えのリーグ勝率は全体2位。将来を期待された新人として卒業を迎えました。そして茅原優希選手は2006年11月19歳の時にデビューし、デビュー節の6走目でなんと初1着の水神祭を飾りました。初勝利以降も着実に勝率を上げていきます。しかし優勝まであと一歩届かない焦りも影響したのか、2008年後半から失格を連発。2009年3月の徳山新 A リーグ優勝戦では痛恨のフライングを犯し、自己率オーバーの B2 級陥落が決定。そんな中で迎えた2009年12月の宮島一般戦、予選をオール3連隊で抜けると、準優もコンマ11のイン逃げで優出。優勝戦も読みづらい向かい風の中でトップスタートを決めて1着。デビューから3年、10回目のチャレンジでようやく手にした初優勝となりました。茅原優希選手の G1 初制覇は2012年9月にボートレース徳山で開催された G1 新 A 王座決定戦。この年は1月にも第26回大会があり、茅原優希選手は優勝戦でイン逃げに失敗して悔しい2着。8ヶ月後すぐやってきたリベンジ戦となりました。予選トップ通過は当時 B1 級だった佐藤翼選手。茅原優希選手は優勝戦2コースからのスタートに、本番でインコースの佐藤翼選手はコンマ07というまさかのフライング。茅原優希選手は佐藤翼選手の速い飛び出しに釣られることなくコンマ10のトップスタートを決めて勝利を収めました。佐藤翼選手のフライングにより決まり手は恵まれ、完勝とは言えませんが、運も味方につけて嬉しい G1 初 V を手にしました。茅原優希選手は2012年のオールスターが SG 初出場、2014年にはダービー2着など3度の優出を果たし、賞金ランキング12位で初のグランプリに選出されます。トライアルファーストを2位で通過、トライアルセカンドはイン逃げ失敗がありながらもギリギリ6位に滑り込んで決定戦に駒を進めます。1号艇白井英二選手が断然人気となる中、3号艇太田和美選手、4号艇菊池康平選手がコンマ03のトップスタート。太田和美選手がまくり、菊池康平選手もまくり差しを敢行する混戦状態となります。その乱れた展開をついて再打ちを指してきたのが、なんと6コースの茅原優希選手。バックストレッチで先頭に立つと後続艇を大きく引き離して渾身のガッツポーズでゴール。 SG 未勝利の茅原優希選手がグランプリで初制覇してしまうという結果を予想できた人は
ごく少数であったと考えられます。さて、茅原優希選手といえばウィリーモンキーが有名ですよね。最近は馬場吉也選手にばかり注目が集まっていますが、先駆者は池田浩二選手、そして最も使いこなしているのは茅原優希選手というファンも多いです。茅原優希選手の大きな武器となっているのウィリーモンキー、ターンマーク出口から伸びていくウィリーについて、自分の一部であり誰にも負けないと自らインタビューで話しています。茅原優希選手曰く、理想のウィリーはへさきが20から30センチ浮く程度、ボートの後方以外が接水していない状態で回れば一番スピードが乗るのだとか。ウィリーモンキーの使い手は先ほどご紹介した池田浩二選手や馬場吉也選手など複数いますが、茅原優希選手のウィリーは他の選手と一味違ううまさと評価する選手も少なくありません。自身初の周年記念 V となった2015年 G1 の優勝戦、4角からトップスタートを決めますが、まくりはわずかに届かず、道中2番手に上がるも、先頭の新田裕志選手とは5停身以上の差がありました。ほぼ勝ち目がない状況において3周1マークで詰め寄ると、最終ターンマークで強烈なウィリーモンキーが炸裂、最後の直線で大逆転優勝を飾ったのです。レースを振り返る動画で、最終2マークの入り口では射程圏だったと話している通り、なすべくしてなった結果と言えるでしょう。そして2024年7月にボートレース大村で開催された SG 第29回オーシャンカップ予選を7位で通過し、チルトを 0.5 度に設定した準優3号艇は堅実な走りで2着。2023年のグランプリ以来、今年初の SG 優出を果たします。そしてチルト一度のセッティングで挑んだ優勝戦、ほぼ横並びのスリットとなった中、強烈な伸び足で1マークを優勢に進めます。しかし伸び返した1号艇山口剛選手に抵抗され、バックでは山口剛選手、茅原優希選手、椎名豊選手の三つどもえに、ポジション的に茅原優希選手は不利かと思われた矢先、山口剛選手と椎名豊選手がやり合う絶好の展開。このチャンスを見逃さず、茅原優希選手は最内を指して単独1番手に浮上、2周目以降は後続との差を大きく広げ、2014年のグランプリ以来2度目となる SG 制覇を飾りました。めっちゃ嬉しいっす。前回のグランプリから時間かかりすぎましたね。勝てないなぁと思っていたんですけど、久々なんで本当に嬉しい。優勝した思いはみんなに伝えたいです。優勝達成直後のインタビューにて涙ながらに喜びを口にしました。優勝者表彰式でのインタビューでは、決まり手椎名くんでしたと話した茅原優希選手、さらに優勝戦にて初めてチルトを一度にした理由を語りました。チルトを 0.5 度に跳ねた準優勝戦でも十分な足だった茅原優希選手、しかし優勝戦は思い切って一度に、これまでのキャリアで一度は初めて、1着を取るなら1と思ったので1にしました。その思い切りの良さがナンバーワンにつながったのでした。約14年ぶりの SG 優勝を狙った1号艇山口剛選手は、完敗です。2マークは行かせて指してもダメだったと思うと敗戦の悔しさがある中で冷静に語り、最後はやれることはやったし、また頑張りますと前を向いたのでした。この茅原優希選手の気合の優勝に対し、ネット上からはグランプリ衝撃 V から9年ほど SG タイトルに届いてなかった中での優勝は格別でしょう、何より焦りもあったはず、4角からチルトを一度に跳ねてトップスタート、1周2マークの最内差し、完璧なレースでした。9年7ヶ月ぶりの SG 制覇おめでとうございました。あのグランプリから長かったですが、去年の SG 優出ラッシュから兆しはありましたよね。良い涙でしたといった多くの祝福の声が届いていました。いかがでしたか。今回は茅原優希選手の経歴を振り返りながら、優勝レースの詳細やチルトを変えた本当の理由についてご紹介しました。強さと自信を取り戻したであろう茅原優希選手は、まだまだ衝撃的な走りを見せてくれるに違いありません。
最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。皆さん、こんにちは。圧倒的な強さから怪物の異名を取る平山千佳選手。そんな平山千佳選手ですが、2024年7月26日からボートレースにて開催された G3 スオールレディースマクール杯3日目11レースにて危険すぎるアクシデントに巻き込まれました。今回は平山千佳選手の華麗な選手生活を振り返りながら、危険なアクシデントの詳細についてご紹介していきます。平山千佳選手は香川県丸亀市出身、香川支部に所属する A1 級ボートレーサーです。香川支部には谷も山川美幸選手、三島誠司選手、森高一馬選手、平高奈々選手などが所属しています。平高奈々選手とは良きライバル関係にあるようで、平山千佳選手の X 旧 Twitter などにもよく登場します。高校卒業後は就職を考えていた平山千佳選手、しかし自分の進みたい道が見つからずに悩んでいたと言います。そこでボートレーサーはどうかとアドバイスしてくれたのが父親でした。というのも、父親もかつては競艇選手を目指して養成所試験に挑んだ過去があったのです。自分の夢を娘に託したのか、平山千佳選手が幼い頃からボートレーサーになれと言われていたのだとか。当初はボートレースには全く興味がなく迷いもあったとのこと。ただ父親から勧められた後、競艇場に行って観戦したレースに気持ちを動かされ、ボートレーサーになることを決意しました。養成所試験は2回目のチャレンジで合格し、2005年4月に大和競艇学校に98期生として入所しました。養成所リーグの通算勝率は 6.42、 同期27名中6位でしたが、4名いた女子レーサーの中ではダントツで1位。リーグ戦で優勝はできなかったものの、4度の優出を果たし、卒業記念競争では2着と大健闘。2006年3月に養成所を卒業した平山千佳選手は、生まれ育った地元の香川支部に所属し、同年5月に丸亀一般戦でデビュー戦を果たしました。6号艇6コースから5着と新人レーサーとしては妥当な結果でしたが、同節の3日目には2号艇6コースから差しを決めて初勝利。さらに2008年5月25日に丸亀競艇で行われた一般戦にて2号艇から抜きを決めて初優勝。記念すべき水神祭を地元で挙げるという素晴らしい結果を残しました。デビュー直後から天性の才能を遺憾なく発揮してきた平山千佳選手、着実に勝利を積み重ねて、その実力は競艇界の誰が見ても納得のものとなっていきました。そして2010年1月には最優秀新人賞を受賞。最優秀新人賞とは、選手登録された年から3年以内の選手の中で年間成績が最も優れる選手に贈られる賞です。女子ボートレーサーでは史上初の最優秀新人賞の選出となりました。最優秀新人賞を受賞し、誰もが期待する新人選手となった平山千佳選手ですが、受賞した2010年にまたしても偉業を成し遂げます。それが2010年4月20日から開催されたボートレース丸亀での G3 女子リーグ戦競争第2戦です。なんと本節で初出走から全てのレースで1着を取り、そのまま優勝。ホームである丸亀競艇で完全優勝を達成しました。もはやホームの競艇場で走り慣れているという次元ではない強さを誇っていたと言えるでしょう。2024年現在までの競艇の歴史において、 G3 で完全優勝した選手は15名のみで、その中でも女子選手は4名しかいません。完全優勝を達成後も平山千佳選手の勢いはまだまだ止まりません。2013年にはクイーンズクライマックス、2020年にはレディースチャンピオンを制覇。どちらも PG1 で最強の女子ボートレーサーを決めるレースと言っても過言ではありません。これらの優勝によって名実ともに
最強女子ボートレーサーとなったと言えるでしょう。そしてプライベートでは2008年に同じ香川支部の先輩福田正和選手と結婚されています。17歳年上の福田正和選手は太田和美選手、田中慎一郎選手といった SG クラスの強豪と同じ69期のレーサーです。ご自身も2011、2013年の G1 四国地区選手権を制しています。実は2人は夫婦でありながら師弟関係でもあります。ただ弟子入りを志願する一般的な形ではなく、交際を始めてから師弟の間柄になる珍しい関係だったようです。まだ20歳だった平山千佳選手には、香川支部を束ねる存在の福田正和選手に対する憧れの気持ちがとても強かったのだとか。夫婦となった現在でも整備やレース運びなど様々なことを教えてくれる頼りになる存在だそうです。そして平山千佳選手は2017年9月に長男を、2018年12月に長女を出産しています。いずれも産後約半年で現場復帰し、現在も家事育児と両立しながらレースに参戦しています。産休中は実戦の感覚を取り戻せるかどうか不安だったそうですが、長男出産後は復帰すぐの開催で準優に進出、翌月の下関女子戦では優勝という、ブランクを全く感じさせない強さを見せました。主婦そしてお母さんをしながらボートレーサーを続けるのは決して簡単ではないが、ありがたいことに私はそれをできる環境にいるし、家族が支えてくれている。このようにインタビューで語った平山千佳選手、まだお子さんは小さいので苦労も多いかと思いますが、成績を落とすことなく最強のママさんレーサーとしての力を発揮し続けている姿にはただただ頭が下がりますね。このように公私ともに充実している平山千佳選手ですが、2024年7月26日からボートレースにて開催された G3 スオールレディースマクール杯3日目11レースにて危険すぎるアクシデントが発生しました。3日目11レース3号艇で出走した平山千佳選手はコンマ17のスタート、そのまま1周1マークに差し掛かりますが、内側から差してきた4号艇池田博美選手が3号艇平山千佳選手の艇に接触、そのまま平山千佳選手は落水となり、さらにその平山千佳選手のほぼ上を後続艇が通過。平山千佳選手は大会2連覇がかかっていましたが、その落水により負傷帰郷となってしまいました。この危険なアクシデントに対しネット上からは、この落水はさすがにやばい、後続艇が引いてるように見えるけどギリギリ右に避けたかな、平山千佳選手の無事を祈ります、めっちゃ心配千佳ちゃんの無事を祈ってます、テレビで見てましたが無意識のうちに危ないと声が出てしまいました、ギリギリ避けてるかなとは思う、 A 級選手だしとにかく無事を祈るばかりといった心配の声であふれていました。そんな中、平山千佳選手は2024年7月に18日自身の X 旧 Twitter にて、ご心配をおかけしましたが大丈夫です、次の福岡までにしっかりと直しますと投稿。これには本人の口からコメントが聞けて、ひとまず安心しました、本場で見てて心配してました、大きな怪我にならなくてよかったです、痛みは残っていると思うし、1日経ってから痛みが出てくることもあるし、絶対に無理せず安静にしててほしいよ、夏休み期間でやること山積みかもしれないけど笑顔の時間が減りませんようにといった安堵する声であふれていました。いかがでしたか。今回は平山千佳選手の華麗な選手生活を振り返りながら、危険なアクシデントの詳細についてご紹介しました。一歩間違えれば生死に関わる危険な事故でしたが、平山千佳選手の無事が分かり一安心です。しっかりと休んでもらい、2024年8月7日から開催される PG1 第38回レディースチャンピオンにて輝かしい活躍を見せてほしいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。
皆さん、こんにちは。最近ボートレース界で起きた不祥事や不正事件といえば何を思い浮かべますか？ボートレース界では近年さまざまな不祥事が発生しており、その業界全体としての悪質さや、それを隠蔽しようとする競争会の体質にもファンや周囲から疑問の目が向けられていることも事実として存在しています。今回はそんなボートレース界における不祥事の中でも、直近の2024年に起きたある事件と、それに関連して行われた調査でのボートレース関係者の処分について見ていこうと思います。まず今回メインとしてお話しさせていただきたいのは、2024年7月に13日にボートレース事業全体を統括する一般財団法人日本モーターボート競争会、通称競争会が、全国のボートレース関連施設に勤務する22人の職員に対して諭旨解雇処分を通達した件です。この解雇処分の理由は、対象となった職員に過去違法に船券を購入していた履歴があったことが原因であり、購入総額は数千万円に上るケースもあったといいます。この調査は競争会が主体となって行われ、結果として22人もの解雇者が出たというものですが、そもそもこの調査は競争会によって全職員約750人に対する調査が行われており、その背景には今年2024年に起こったある事件の存在がありました。それではこの22人の解雇処分の背景となったある事件について詳しく見ていきましょう。その事件は2024年5月頃に発覚します。事件が起こったのは東京都にあるボートレース江戸川でした。このボートレース江戸川に勤務する60代の男性職員が、勤務中に船券を購入したとしてモーターボート競争法違反の疑いで書類送検されてしまう事態となりました。書類送検された時点では逮捕となるかどうかは不明ですが、容疑となっている行為が事実であることが確認されれば、ほぼ確実に逮捕されるのではないかと言われています。この男性職員が書類送検された容疑内容によると、男性職員は2023年5月1日、8月27日に、いずれもボートレース江戸川での勤務中に、スマートフォンアプリを使ったインターネット投票で、総額1400円分の船券を購入したとされています。男性は、職員が購入してはいけないと知っていたが、生で毎日、選手の状況が見られ、当たると嬉しくてやめられなかった、と話しています。スマートフォンアプリを使ったインターネット投票は、いわゆるテレボートというサイトでの投票と思われます。また、金額は少額であることから、それくらいならと思う人もいるかもしれませんが、ボートレース関係者が施設での勤務中に船券を購入することは競争法で禁じられており、いくら額が小さいとしても、決して許されない行為であることは間違いありません。ちなみに、この男性職員は、レースで選手が落水や転覆した時に出る救助艇に乗るレスキュー隊員で、常に水面上で選手やボート、モーターの様子を見ることができる立場であったがゆえに、船券を購入したいという衝動を抑えられなかったようです。そしてこの男性職員はこの違反が発覚し、競争会の聞き取りを受けて2023年10月頃に依願退職しているようです。そしてこのボートレース江戸川での事件を受けて、近年不祥事続きのボートレース界に対して国交省から不正を徹底的に調査しろというような通達指導が入ったとされています。そういった背景もあり、競争会は今回の一斉調査に乗り出したようです。今回競争会は国交省指導のもと、全国のボートレース場や関連施設に勤務する約750人にも上る職員に対して、過去3年間のインターネット電話投票における船券購入履歴の有無を確認する調査を実施しました。かなりの数を対象とした調査でしたが、調査はネット投票の履歴などを調べるという内容で、結果としては職員のうち22人に違反が見つかる結果となりました。購入金額は多くが総額数10万円程度で、中には最大で数千万円というケースもあったそうです。この違反者に対して競争会は懲戒規定に基づいて諭旨解雇の処分を下したのです。
また今後は職場を管轄する警察に相談していく方針とみられています。競争会の広報担当者はこの調査と解雇処分について一連の事態が相次いだことを重く受け止め深くお詫びする、競争実施機関として再発防止に万全を尽くし公正の確保に努めるとコメントしました。いかにもな謝罪内容で正論ではありますが、これまで近年においても八百長や船券不正購入の事実があったにもかかわらず詳細をすぐに調査しなかったり結果を公に発表しなかったりと極めて強い隠蔽体質が見られた競争会であるため、こういった謝罪と方針に関する言葉も素直に受け止められるファンは少ないかもしれません。ちなみに船券の不正購入などに関わる不正はボートレース界で過去にも複数起きています。この動画では最後にそれらの過去のボートレース界の不祥事についてあまり知られていないものも含めて少しご紹介しておきたいと思います。一つ目は1982年から1984年にボートレース江戸川で起きた事件です。この約3年間の間にボートレース江戸川の当時の幹部職員が投票締め切り後に的中を見越して船券を発行させるという悪質な指示を行っていたことが発覚しました。この時代はボートレース場の職員が船券を集計していたこともあり、そういった不正がまかり通る状況であったのも事実です。3年間もの間行われたこの不正行為では約2200万円ほどの金額が動いたとされており、この事件もあって現在は船券の投票締め切りとともに中央集計センターが集計する仕組みとなっているようです。2つ目は2022年にボートレースで起きた賄賂事件です。2022年9月7日に津市の職員が特定の広告会社から賄賂を受け取ったことにより、その会社とのテレビ CM ボートレース関連の CM の契約を優遇していたことが発覚しました。発覚したのは2019年1月頃の契約だったこともあり、贈賄罪の時効が3年だったことから賄賂を渡した広告会社の社員はすでに時効となっていたようです。一方で収賄罪の時効は5から10年となっていたことで、津市の職員である畑光彦さんはその時点で逮捕となってしまいました。3つ目は2024年にボートレース福岡で起きた窃盗事件です。2024年5月9日ボートレース福岡にあるレストランで、レストランの従業員である26歳の男性がレストランを利用していたお客さんの現金90万円を窃盗しました。そのお客さんは60歳の男性で、レストランに現金を入れたケースを忘れてしまい、取りに戻ったら中身の現金がなくなっていたそうです。容疑者の従業員は盗んだことは事実だがそれほどの現金は盗んでいないと何とも言えない供述をしているそうで、まだ逮捕などには至ってないようです。いかがでしたでしょうか。今回はボートレース江戸川で起きた船券の不正購入事件と、それを背景とした直近の競争会の調査と解雇処分についてご紹介しました。またその他にも様々な不祥事がボートレース界では直近でも起きていることもお話しました。不祥事は起こした人間が一番悪いのは確かですが、そもそも昨今常に言われている通り、不正が起きないような環境整備や不正が起きた時の健全な対処、隠蔽体質をなくしていくという競争会の行動が今後はさらに注目されていくとみられます。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。皆さんこんにちは。ボートレースにおける大会は一般戦 G3 G2 G1 SG とランク付けされており、大会によっては特定の条件を満たしたレーサーだけが出場できるというルールも存在します。 SG は年に数回ある最高峰の大会ですが、 G1 は各地でいくつも開催されています。そんな G1 大会の一つであるヤングダービーは30歳未満の選手のみに出場が限られ、選考期間中の1年間での出走数が140回以上のレーサーの中から
成績の高い順に選考されます。新人レーサーから成長中の若手レーサーまでが選考対象となり、ワンランク上を目指すための大きな大会として、ファンからも注目度の高い G1 大会でもあります。そんなヤングダービーですが、2024年のヤングダービーは2024年9月にボートレース桐生で開催される予定となっています。すでに7月時点で出場選手は決定しており、イースタンヤング優勝者の豊田健志郎選手、ウエスタンヤング優勝者の新海渉選手を筆頭に、さまざまな若手レーサーが名を連ねています。しかし直近、そのヤングダービーに出場が決定していた選手の中で2選手が欠場を発表したという件についてご紹介したいと思います。2024年7月31日にボートレースの公式サイトであるボートレースオフィシャルウェブサイトがお知らせを更新し、第11回ヤングダービーの出場選手の繰り上がりについてというエントリーを公開しました。2024年9月18日から23日までボートレース桐生で行われる予定の G1 第11回ヤングダービーについて、7月30日に開催された第360回褒章懲戒審議会において2選手が出場停止処分になったと掲載されています。今回出場停止となってしまったのは117期の上田竜星選手と122期の原田斎一郎選手です。この2選手についてそれぞれ少し紹介したいと思います。上田竜星選手は1995年7月15日生まれ、登録番号4908、大阪府出身で大阪支部に所属している。117期、現在 A1 級の若手ボートレーサーです。上田竜星選手は小学校4年生の頃から自転車競技の BMX でプロとして活躍していました。日本国内でもなかなかの活躍を見せていたそうですが、 BMX は日本ではややマイナーな競技で、大会の賞金などもまだ少ないことからボートレーサーに転身することを決意したといいます。またその背景には、同じ BMX をやっていた先輩からボートレーサーの道を勧められたというきっかけもあるようです。ちなみに上田さな選手は上田竜星選手の妹で、女子レーサーとして活躍している選手ですが、上田さな選手も兄である上田竜星選手に勧められて、兄の背中を追いかけるようにボートレーサーを目指したそうです。そんな上田竜星選手はボートレーサーを目指して入所した養成所でも勝率 7.39 という好成績をマークしており、2番目の成績で卒業を果たしました。同期の養成所チャンプである小池周平選手など注目選手揃いの117期の中でもかなり上位の存在だったようです。そんな上田竜星選手は養成所卒業後、2015年11月7日にボートレース住之江でデビューを果たすと、その大会の最終日に抜きでの初勝利を挙げ、デビュー節での水神祭を飾りました。また2016年7月にはボートレース大村で行われたルーキーシリーズ第4戦オール新入固定戦で初優出をマークすると、2018年8月にボートレース下関で行われたサンケイスポーツ杯争奪戦で優勝戦3コースから抜きを決め、念願の初優勝を飾りました。デビュー当時から注目されていたその技術に磨きをかけ、続く2020年は上田竜星選手にとってさらに飛躍の年となりました。2020年2月にはボートレース尼崎で行われた第63回近畿地区選手権競争に G1 初出走すると、2020年5月にはボートレース住之江で行われた SG 第417回ボートレースオールスターにも選出され、一気に SG の舞台にも足を伸ばしました。さらに2020年9月にボートレース琵琶湖で行われた G1 第7回ヤングダービーでは G1 初優出も決め、あっという間にトップレーサーの仲間入りを果たしました。そんな短期間での大きな活躍もあり、2020年と2021年はそれぞれトップルーキーにも選出され、ルーキーレーサーの中でもかなり注目を浴びています。2024年には早くも通算500勝を達成し、さらに右肩上がりに成績も向上を見せています。まだまだ若手ながら刺しまくり刺しと様々な決まり手を使い分け、
どんなレースでも勝利を追いかける執念のある選手です。続いて原田才一郎選手は1996年10月18日生まれ、登録番号5028、福岡県出身で福岡支部に所属している。122期、現在 A1 級の若手ボートレーサーです。爽やかなルックスでも人気の高い原田才一郎選手は2018年5月にボートレース若松でデビューを果たします。そしてなんとデビュー戦では6コースから打ちを刺して抜きでの初勝利を挙げ、デビュー戦でいきなりの水神祭を飾りました。他の艇も大きく遅れていたわけではなく、ターン技術で展開をものにした印象で、その勝利には多くのファンが度肝を抜かれていました。華々しいデビューとなったその後も原田才一郎選手は着実に成績を上げ、2020年8月にはボートレース若松で行われた日刊スポーツ杯お盆特選競争で初優出をマークすると、2021年9月にはボートレース徳山で行われた G1 第8回ヤングダービーで G1 初参戦を果たします。また2023年2月にはボートレース常滑で行われた日本空調システム杯目指せ初優勝で予選を1着3本と好調に突破すると、優勝戦では1コースからしっかり逃げ切りを決めて念願の初優勝を成し遂げました。まだまだ大きな大会で優勝はありませんが、通算成績は勝率5点台を上回り、近況の成績は勝率 6.69 といきなりトップレベルまで成長しています。今後にも注目されている選手だけに、今回のヤングダービー選出は本人にとっても嬉しい出来事だったでしょう。ただこの原田才一郎選手と上田竜星選手は今回の審議会によりヤングダービーの出場が取り消しとなってしまいました。結論から言うと、この発表があったのも直近であり、その詳しい理由については判明していません。この発表に SNS 上でも、上田選手なんで、どういうこと、謎すぎる、何かやらかしたなどと戸惑いの声が聞かれています。それもそのはずで、通常個人都合や病気による出場辞退などであれば、選手本人から発表されたり、その理由が明確に発表されるのが通例です。ただ今回は審議会による決定なだけあって、不穏な空気が流れてしまうのもうなずけます。何かしらプライベートや選手生活の中で問題があったと捉えられてもおかしくはありません。通常こういった場合に後々理由が発表されるかどうかは不明瞭ですが、今後の発表や本人からのお知らせを待つしかありません。ちなみに現時点でこの2選手について悪い噂などはネット上でも聞かれておらず、ファンからすると疑問の感情が強いのではないでしょうか。ただ昨今のボートレース界は選手自身の八百長疑惑やボートレース関係者の不正船券購入など、さまざまな不祥事が立て続けに起こっているのも現状で、この欠場の裏にも何かの不祥事がないことを祈るばかりです。いかがでしたでしょうか。ちなみにこの2選手の欠場により120期の宗行春也選手と129期の竹間流星選手が繰り上がり出場となるようです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。皆さんこんにちは。ボートレースにおける八百長疑惑の中で、皆さんが八百長だと疑う行動にはどのようなものがありますでしょうか。数年前に皆さんもご存知の通り、八百長問題で逮捕され実刑判決を受けた選手が出たことで、ボートレースに八百長はあるということが現実味を帯び、昨今では様々なレースや選手に対して八百長ではないかという疑惑がかけられることが頻繁にあります。例えば人気選手がインコースから明らかなターンミスで飛んだり、 A 級選手が道中 B 級選手に簡単に抜かれたりと、その疑いをかけられるシーンは様々です。実際に調査が行われて八百長と断定されない限りは、ボートレースにおける八百長というのは確実性がないですが、昨今はそういった見方も増えているのも事実です。そんな昨今の事情に関連して
今回は直近の大きな大会の優勝戦でのスタートで大きく遅れ、八百長ではないかとまで言われてしまっている三浦絵理選手についてご紹介したいと思います。まず三浦絵理選手のプロフィールについて見ていきましょう。三浦絵理選手は1983年2月2日生まれ、登録番号4208、静岡県出身で静岡支部に所属している。91期、現在 A1 級のベテランボートレーサーです。女子レーサーならではの柔軟で巧みなターン技術を持っていることから、テクニカルエリーという異名も持つ三浦絵理選手は静岡県沼津市出身で、現在は41歳とベテラン女子レーサーの域に達してきています。高校時代はソフトボール部に所属し、セカンドでレギュラーとして活躍しており、双子の姉と二遊間コンビを組んでインターハイにも出場した経験を持っています。高校卒業後に養成所に入所した三浦絵理選手はリーグ勝率 4.25 とあまり目立たない成績だったものの、無事に卒業を果たし91期のレーサーとしてデビューします。2002年11月23日にボートレース浜名湖でデビューを果たした三浦絵理選手は、6コースからスタートし4コースからまくりに行った選手にうまく続いて、デビュー戦で3着の船券絡みという活躍を見せました。その後デビューから少しずつレース感覚をつかみ、2003年3月にボートレース多摩川で行われた第8回ダブル優勝 TVK カップで5コースから豪快なまくりを決めて念願の初勝利を収め、デビューから42走目で初勝利を収めました。その後2007年11月にボートレース宮島で行われた G3 女子リーグ戦第12戦において優出11回目にして悲願の初優勝を成し遂げました。この時三浦絵理選手はオール3連隊で予選を突破し、優勝戦では1号艇からしっかりと逃げ切りを決めての初優勝でファンたちにその力を見せつけました。さらに2008年3月にはボートレースで行われた G1 第21回 JAL 女子王座決定戦競争で G1 初勝利をマークすると、翌2009年にボートレース尼崎で行われた女子王座では準優勝戦まで進出していました。そして2009年4月にはボートレース桐生で行われた G3 女子リーグ第2戦で優勝、同年6月にはボートレース小島で行われた第3回オール女子戦クラリスカップでも優勝するなど、着実にその実績を積み重ねていきました。2010年までに通算8回の優勝を積み上げ、2010年12月にはボートレース住之江で行われた SG 賞金王シリーズ戦で SG 初出場を果たし、 SG 初勝利も最終日にマークしました。そして2012年12月にはボートレース大村で行われた第1回賞金女王決定戦でトライアルを3位通過し、ファイナルでは3コースからまくり差しを決めて G1 初優出で初優勝という快挙も成し遂げました。ただ2015年にはボートレース福岡で行われた第4回クイーンズクライマックスでも優勝戦に進出するも、1号艇でインからコンマ02と痛恨のフライングを犯し、優勝戦の売上の 81.2% にあたる10億円以上が返還となってしまうアクシデントもありました。これにより様々な大きな大会の出場権を失ったという三浦絵理選手にとっての一つの壁が立ちはだかりました。それでもレースに出場し続けた三浦絵理選手は2016年には同期の吉島義行選手と入籍し、心機一転新たな人生もスタートしています。そんな三浦絵理選手の通算成績を見てみると、約5000走近い出走回数に対して通算勝率 6.30、 160回の優出に43回の優勝と、かなり素晴らしいと言える成績を残してきています。 G1 や SG の舞台でも勝率はやや下がるものの、しっかりと大舞台で活躍できる姿も見せています。どちらかというと混合戦よりも女子戦で圧倒的な強さを見せるタイプではありますが、大きな舞台で男子レーサーとの争いもたびたび繰り広げています。そんな三浦絵理選手ですが、直近あるレースで噂レベルですが八百長疑惑をかけられているようです。ことが起こったのは
2024年7月26日から31日までボートレースで開催されたツオールレディースマクール杯でした。三浦絵里選手は優勝候補としてこの大会に参戦し、予選を3着、1着、3着、5着、3着、2着、2着、1着、1着と進み、準優勝戦でも3コースから2着を取り、優勝戦の3号艇を獲得しました。優勝戦では1号艇に高田光選手、2号艇に宇野弥生選手、4号艇に日高逸子選手、5号艇に深川真奈美選手、6号艇に川野芽衣選手と並び、そうそうたるメンバーといえども、 A1 級は三浦絵里選手と6号艇の川野芽衣ただ選手だけとあって、三浦絵里選手にとっては3コースから自在に立ち回って優勝するという大きなチャンスでもありました。緊迫した雰囲気の中行われた本番レースでしたが、なんとスタートまでに三浦絵里選手が全くスリットに届いておらず、コンマ79というドカ遅れをしてしまいます。優勝戦、そして三浦絵里選手らしからぬ大きな遅れにファンからはどよめきの声が上がりました。他の選手はある程度揃ったスタートを決め、レースは2号艇から差しを決めた宇野弥生選手が優勢に運んで、2対1の体型が出来上がりました。ドカ遅れだった三浦絵里選手ですが、それでも技量でカバーして予着争いの位置につけていました。ドカ遅れした三浦絵里選手を尻目にレースは進みますが、第2ターンマークでも事件が起こります。2対1体型だったと思われましたが、4号艇の日高逸子選手が先前しようと内に切り込みすぎて、1号艇の高田光選手に衝突して2人とも失速。2着は3、5、6号艇の争いと一変してしまいました。結果は2、5、6となり343点、2倍の満州配当でした。道中のトラブルもそうですが、三浦絵里選手のドカ遅れも含めて、かなりファンとしては驚きで不満も出ておかしくない優勝戦だったと言えるでしょう。このレースに対してSNS 上で、3号艇の三浦は八百長と言われてもおかしくないとか遅れ、女子らしいレース、あまりにもひどすぎると批判のコメントが見られています。八百長を疑う声も少なくありませんが、わざわざ優勝戦で目に見えるドカ遅れで八百長を観光するとはなかなか考えづらいのも事実です。またその後、三浦絵里選手は遅れを取り戻そうと持ち前のターンで4着争いを演じていますし、故意であるとはなかなか思えませんが、真相は不明です。八百長であるとは信じがたいですが、船券を買うファンとしては、こういった怪しさのあるレースがあれば都度それを詳しく調査し、結果を公表してほしいとも思いますね。いかがでしたでしょうか。今回は優勝戦でのドカ遅れで八百長疑惑の上がっている三浦絵里選手についてご紹介しました。明らかな八百長とは言えず、仕方ないトラブルとも言えますが、ボートレーサーや競争会はそういった疑惑を抱かれないようなレースや対応を今後も心がけてほしいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。皆さん、こんにちは。2024年8月からボートレース丸亀にて開催される SG 第70回ボートレースメモリアル協定上より選ばれし、トップレーサーたちが名誉あるタイトルをかけて競い合うボートレースメモリアルに出場するには、実力と人気の両方が必要。しかし、十分な実力と人気があるにもかかわらず、協定上より推薦されていない選手が何名かいます。そこで今回は、何らかの理由でボートレースメモリアルに出場できない選手を5人ご紹介していきます。協定界の5大 SG グランデ5の一つでもあるボートレースメモリアル、メモリアルに出場するには実力と人気の両方が必要。そして夏場を得意にする選手ほど結果を残しやすい SG タイトルでもあります。よく9月は SG 開催がないため、この SG での賞金上積みこそグランプリ選出に大きな影響を与えます。当然ながら、良い結果を残して秋以降の戦いを迎えたいところ。しかしメモリアルの出場条件はかなり独特となっています。
SG 実績重視のグランドチャンピオン、人気重視のオールスターとは違い、選出されるのはその両方が欠かせません。全国モーターボート競争志向者協議会が協定記念日4月6日制定の記念行事として1955年に第1回を開催したのがボートレースメモリアルとなっています。正式名称はモーターボート記念競争。協定では10月のボートレースダービーに次ぐ歴史を持つ SG です。ボートレースメモリアルの出場条件は協定上からの推薦によって決定します。対象となるのは開催年に後期 A1 級かつ規定出走回数を満たした選手。後期の級別審査は5月末に確定するため、出場選手は翌日の6月1日に発表されるのが通例です。ボートレースメモリアルは各協定場が出場選手を決めるシステム、それぞれのホーム水面から送り出される形となるため、顔ぶれは全国区のトップレーサーばかりです。 SG でよく比較されるのはボートレースオールスターですが、メモリアルは人気だけでなく高い実力も必須条件。選出される代わりに地元の期待に応える使命が課されます。そのため SG 出場未経験のレーサーが選ばれる可能性はほぼありません。メモリアルの選出で特徴的なのが地域格差です。協定上によって選手層は異なり、現行ルールでは支部によって競争率に差が生じます。一つの協定上から推薦されるのは原則2名ですが、一つの県で複数の協定上を持つ支部は選出のチャンスも広がることになるのです。東京支部と福岡支部は最低でも毎年6選手が出場可能。一方大阪支部は A1 級レーサーが東京支部とほぼ同数なのに対し、協定上が住之江しかないため毎年激戦区となってしまうのは制度の問題点と言えるでしょう。メモリアルのことだけ考えるなら、選手層の薄い支部にいた方が選出されやすくなります。さてここからはそんなボートレースメモリアルに出場できなかった選手をご紹介していきます。1、森谷美穂選手。岡山県出身、岡山支部に所属する定界の怪力美人レーサーとも称される森谷美穂選手。美しいのは周知の事実ですが、全国高等学校女子ウェイトリフティング大会にてなんと優勝経験があります。その実績こそ怪力と呼ばれる理由です。大和学校時代のリーグ戦勝率は準優出5回、優出5回、優勝1回で勝率 6.76 とトップクラスの成績で卒業。期待の新人として2007年11月に協定デビューし、12月には初勝利を挙げました。デビューしてから1ヶ月で初勝利を収めたものの、その後は苦戦を強いられます。2008年、2009年の2年で1着を取る頻度は4節に1回程度、船券にすら絡めないレースが多く、フライングもたびたび見られました。2010年に初優出、2011年に A2 級に昇格しますが、優勝できない日々が長く、ボートレーサーに向いていないと思ったこともあるようです。そんな中、デビューから5年3ヶ月が経過した2013年2月28日の鳴門で悲願の初優勝を収めます。ここから自信がついたのか、優出回数が格段に増加。この年には A1 級に昇格し、翌年の2014年には SG 戦に初出場を果たすなど、現在の活躍を見せるようになりました。そんな森谷美穂選手はボートレース多摩川で2024年5月21日から26日まで開催されていた SG 第51回ボートレースオールスター5日目の準優勝戦10レースにて、2号艇の森谷美穂選手は2コースからコンマ01の痛恨のフライングで焦点除外となってしまいました。今回森谷美穂選手がフライングしてしまった10レースは、枠なりに3対3の進入から5名がコンマ1を切る早めのスタートに、1号艇の森高一馬選手はスリットで飛び出した。2号艇森谷美穂選手のまくりに抵抗して1マークで両名が流れてしまったところの間に、空いた懐に差しを入れた3号艇の馬場吉也選手が1着、その後森高一馬選手が2着、森谷美穂選手は3着につけていましたが、ここで森谷美穂選手にコンマ01のフライングコールがされ焦点除外となってしまいました。
このフライングによりレースの売上4億1122万5600円のうち約 46% にあたる1億8925万5400円が返還に。今回のレース後、守屋美穂選手はスタート早いなと思って放ったんですけど、もっと放らないといけなかったです。仕上がりは良かったと思います。また SG に戻ってこられるように頑張りますと気を落としながらも今後について話していました。2024年5月のトーチ G2 レディースオールスターにて優勝を飾ったものの、4月にボートレース小島で行われた G1 72周年記念の準優勝戦でも F を切ったばかりの守屋美穂選手。この2つのフライングにより守屋美穂選手は8月29日までの F 休み、 SG は12ヶ月間、 G1 と G2 は2025年7月30日まで選出除外という重いペナルティを課されることとなり、今回の SG ボートレースメモリアルにも出場できなくなりました。2今垣幸太郎選手、長年にわたって福井支部ボートレース三国の看板レーサーとして活躍を続ける今垣幸太郎選手、ベテランレーサーでありながらも SG 競争の高い実績で生涯獲得賞金を伸ばし続けています。 SG9 勝のうち3勝はいずれもナイターで行われた SG ボートレースメモリアル。特に印象的だったのが蒲郡で行われた2002年の優勝戦、2号艇から気合のピット離れを敢行し、浜野谷健吾選手から1コースを奪い取って優勝しました。 SG 優勝は2016年から遠ざかっていますが、2019年には G1 マスターズチャンピオン、そして新設された G2全国ボートレース甲子園を制覇。今ではベテランならではの卓越した旋回技術と若い頃からの自慢のスタート力で今でも衰えを感じさせない走りを見せてくれます。また今垣幸太郎選手はプロペラの調整がとても上手なようで、ボートレーサー界の中でもプロペラ調整の功者として有名だそうです。持ちペラ制度が存在した時代にはその調整技術も合わせて圧倒的な走りを見せていました。50歳を超えても人気、実力ともに衰えていないように思われた今垣幸太郎選手ですが、2024年2月10日、尼崎の G1 近畿地区選手権競争において、2日目ドリームに出場した今垣幸太郎選手が、0.01のフライングをしてしまいました。2024年1月のボートレース下関の G1 でも F を切っているため、今季2本目の勇み足となりました。ピット離れに失敗して6コース進入かと思われた中、強引に3コースへ前付けした挙句フライングでレースをめちゃくちゃに。2024年3月4日開幕の G1 尼崎周年を最後に10日から910日間の F 休みに突入、中間発表でファン投票16位だった。2024年5月の SG ボートレースオールスターは選出除外。さらに2024年前期の出走回数は73走、 A1 級は90走が条件となるため、2024年後期の級別は A2 級に降格となりました。1997年以降、今垣幸太郎選手が A2 級以下に落ちるのは2度目。2013年前期も F2 で出走回数不足となり B2 級に降格する屈辱を味わっています。 SG ボートレースメモリアルにある出場条件に対象となるのは、開催年に後期 A1 級かつ規定出走回数を満たした選手というものがあります。ボートレースメモリアルにて何度も優勝を飾っている今垣幸太郎選手ですが、 A2 級に降格してしまったため2024年は出場できなくなりました。3田口節子選手、岡山県出身、岡山支部に所属する A1 級ボートレーサーの田口節子選手、デビューして20年以上のキャリアとなっていますが、未だに第一線で活躍している女性選手であり、レディース戦に出場するときは必ず注目しておいて間違いありません。身長は162センチと競艇界で活躍する女性選手の中ではどちらかといえば高い方です。身長が高いとどうしても体重を減らすのが大変なため、田口節子選手も体重の維持管理は人一倍努力していることでしょう。
そんな田口節子選手は G1 レースなどでも活躍し、2011年と2012年は女子王座に輝きました。プライベートでは同期の田中健太郎選手と結婚しましたが、田中健太郎選手の不祥事によって2年後離婚しています。しかし田口節子選手は動揺することなく好成績を維持し続け、2021年ついに女性選手初となる全24乗制覇を達成しました。 SG レースなどでも男性選手に負けない活躍を見せ、女性選手の中でもトップクラスの実力を持っている田口節子選手はボートレースメモリアルの出場選手に選出されていません。2024年6月からボートレース尼崎で開催された一般戦第21回ダイスポスワンカップ最終日3レース、田口節子選手は4角からトップタイミングかと思われましたが、コンマ03のフライングとなりました。これにより2024年7月24日が最終日の住之江一般戦を終えてから30日間のフライング休みに。そのためボートレースメモリアルには出場できないこととなりました。4原田幸也選手、長崎支部所属の A1 級選手である原田幸也選手。原田幸也選手は SG でなんと5回の優勝を果たしているベテラン選手です。ランプというテクニックを駆使した闘争心むき出しの荒々しい走りが持ち味で、原ダンプという異名をつけられるほど原田幸也選手の走りは競艇ファンの間で定着しています。熱狂的なファンがいる一方で、反則すれすれの走りに抵抗を持つファンもいるのは事実ですし、この走りがあだとなって幾度か反則を取られるなど波乱万丈の競艇人生を歩んでいますが、沖縄の自宅には後輩選手などがよく遊びに来るなど、人望はとても熱い選手となっています。2021年には12年ぶりの SG 優勝を遂げ、2022年にも2年連続での SG 優勝を果たしている原田幸也選手。活躍し続けている原田幸也選手もまたボートレースメモリアルに出場できません。2024年5月からボートレース多摩川にて開催された SG 第51回ボートレースオールスター2日目3レースにて、1号艇の篠崎仁選手と2号艇の原田幸也選手の2艇がフライングとなりました。6号艇の赤岩義雄選手が前付けに行くと、各艇が抵抗し、枠なりのオールスローに各艇が踏み込んでいく中、篠崎仁選手と原田幸也選手が共にコンマ01のスリットオーバー。原田幸也選手は2024年7月の大村 SG オーシャンカップ出走後の7月29日から30日間のフライング休みに入りました。これにより原田幸也選手は SG ボートレースメモリアルには出場できなくなりました。5桑原優選手、長崎県出身、長崎支部に所属する A1 級ボートレーサーの桑原優選手、近年はチルトを上げるなどして伸びをつけるセッティングで成果を出し、 G1 初優勝やSG 初優出まで成し遂げている桑原優選手は、 B1 級選手から一気に飛び級し A1 級に昇格したり、その年に G2 で優出を果たしたりと活躍が目立つ選手となっています。多少の低迷期はあるものの、伸びを求めるペラ調整には目を見張るものがあります。勝率も7点台に乗せてきており、現在トップクラスの活躍を見せています。そんな桑原優選手ですが、 SGボートレースメモリアルには出場できません。2024年6月に SG メモリアルの出場選手が発表された時のこと、長崎支部のエースである原田幸也選手は、先ほどご紹介した通りフライング休み、これで枠が一つ空いたことに加え、昨年のメモリアルは準優勝を飾った桑原優選手、今年もという思いがありましたが選ばれませんでした。僕じゃないんですね、桑原優選手から出てきたのは落胆の声でした。それでもしばらくして、他で頑張るしかないですねと前を向いていました。発奮材料になったのか、6月に行われた尼崎の SG グラントチャンピオンでは準優に進出、優勝戦には進めませんでしたが、3日目を終えた時点では得点率トップとなっていました。そしてその後も7月の大村で今年3度目の優勝を飾っています。このように輝かしい活躍をしていた桑原優選手ですが、
協定上からの推薦がなかったため、SG ボートレースメモリアルには出場できないようです。いかがでしたか？今回は何らかの理由でボートレースメモリアルに出場できない選手を5人ご紹介しました。今年は出場できなかった選手も来年のボートレースメモリアルにて活躍されることを期待したいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。皆さんこんにちは。今回は競艇界の伝説的女子レーサー日高逸子選手についてお話しします。彼女の波乱万丈な人生と数々の記録、そして現在も続く挑戦と最近のレースについて詳しく見ていきましょう。日高逸子選手は1961年10月7日宮崎県串間市に生まれました。幼少期から波乱の人生を歩んでいた日高選手、小学1年生の時に両親が離婚し、祖父母の家で育ちました。小学生の頃から新聞配達や農作業をしながら勉強との両立に励んでいたそうです。高校卒業後、地元で就職しますが、自分の進むべき道ではないと感じ、1年で退職、上京して自分探しの旅に出ます。東京では住み込みのアルバイトをしながら専門学校に通い、旅行会社や喫茶店で働くなど様々な経験を積みました。そんな中、22歳の時に運命の出会いが訪れます。何気なくテレビを見ていた時、ボートレーサー募集の CM が目に入ったのです。年収1000万円という文字に惹かれ、競艇がどんなスポーツかも知らないまま養成所の願書を送ったそうです。33倍の難関を突破し、見事に合格した日高選手。しかし養成所での生活は想像以上に厳しいものでした。水上での実践練習は恐怖との戦いの連続、動機に置いていかれ、自信を失っていった日高選手は2ヶ月後には退所を決意します。しかしここで運命の出会いが。退所を告げようとした教官が偶然にも同郷の大崎修一教官だったのです。大崎教官は、俺もお前と同じ串間の人間だ、負けるなと激励。この言葉が日高選手の人生を大きく変えることになります。厳しい訓練を乗り越え、1985年5月芦屋競艇場でプロデビューを果たします。デビュー3年目には桐生競艇で初優勝を飾り、その後も着実にキャリアを積み重ねていきました。日高選手の特筆すべき点の一つが、女子選手初のモンキーターンの習得です。当時男子選手でも使用する選手が少なかった。この技を独学で身につけ、実戦で見せつけました。これが男女間のハンデがない競艇界で生き抜くための大きな武器となったのです。1996年日高選手は結婚し、その後2度の出産を経験します。当時女性にとって仕事と家庭の両立が難しかった時代。しかし夫の邦弘さんが専業主婦となることで、日高選手は競艇場に戻り活躍を続けることができました。邦弘さんの決断は当時としては非常に珍しいものでした。日高選手が1ヶ月のうち7日程度しか帰宅しない中、子育てや家事全般をこなす夫の姿はメディアでも取り上げられるほどでした。日高選手は2度の出産後、いずれも産後わずか3ヶ月という速さでレース場に復帰しています。特に長女出産後は復帰わずか1ヶ月で G3 女子戦で優勝するという驚異的な復帰を果たしました。日高選手の活躍は競艇界に大きな変革をもたらしました。2016年日本モーターボート競争会は出場規定を改正、出産で長期離脱した女子選手についてはランク落ちしても復帰前と同じアッセン数が維持されるようになったのです。これにより多くの女子レーサーが出産後も安心してキャリアを継続できるようになりました。日高選手の輝かしい記録の数々を見ていきましょう。まず女子最高峰のタイトルを3度獲得しています。1989年の玉川レディースチャンピオン、2005年の大村レディースチャンピオン、そして2014年の住之江クイーンズクライマックスです。特に2014年の優勝は53歳という年齢でありながら
見事な走りで若手を抑えての勝利でした。オールスター競争笹川賞には女子最多となる20回出場。特筆すべきは2003年から2019年まで17年連続で選出されたことです。これは女子史上1位の記録です。2005年には女子レーサー初となる志向者推薦でモーターボート記念現メモリアルに出場。翌年も2年連続で選出されるなど男女の壁を越えた活躍を見せました。2024年5月22日日高選手はデビュー39年目にして通算2500勝を達成。これは男女合わせてもわずか44人目の快挙で、女子では山川美幸選手に次ぐ2人目の達成となりました。生涯獲得賞金は女子歴代1位の11億円超え。これは2位の山川美幸選手の10億800万円を大きく上回る金額です。しかし日高選手の長い競技人生は決して順風満帆ではありませんでした。2015年4月戸田でのオールレディース優勝戦で大きな事故に見舞われます。優勝目前でキャビって大きく失速し、後続艇と接触して落水。全身打撲に加えて肺にも水が入る重傷を負いました。しかし日高選手は驚異的な回復力を見せ、わずか2週間後にはレースに復帰、大村のオールスターにも出場するという強靭さを見せつけました。2020年にはキャリア最大のピンチを迎えます。わずか半年の間に3度のフライングを犯し F3 となってしまったのです。これにより2021年は前期後期ともに斡旋数の少ない B2 級に降格。引退の2文字が現実味を帯びる事態となりました。しかしこの長期のブランクが逆に大きなエネルギーになったと日高選手は語っています。今までにない経験をたくさんすることができ、それが逆に大きなエネルギーになった。復帰後もブランクを感じさせない走りを見せ、ファンを熱狂させました。日高選手の人生には悲しい出来事も多くありました。同期の女子レーサーである飯倉郁子さんと木村敦子さんが若くしてこの世を去ったのです。飯倉さんは1995年の大晦日蜘蛛膜下出血で30歳の若さで急逝。木村さんは2003年に津競艇場のレース中に事故で命を落としました。日高選手は亡くなった2人の思いも背負いながら競技を続けています。公式ブログ私は諦めないではこう綴っています。育子も厚子も亡くなってしまったけど、子供たちはすくすく成長しており、育子の長男は29歳、長女は27歳と30歳の若さで亡くなった育子の年に近づいている。厚子の子供たちも結婚して、私と三輪は56期の女子2人になってしまったけど、2人でもう少し頑張らねば。この言葉からも同期への思いと競技への強い意志が感じられます。現在62歳となった日高選手、現役最年長の女性ボートレーサーとしてなお第一線で活躍を続けています。2021年秋には体調不良で入院し、2ヶ月のブランクを強いられましたが、11月には無事に復帰。 A1 級へのカムバックも視野に入れながら日々奮闘を続けています。日高選手は62歳までは現役を続けるという目標を掲げています。しかし男子では70代の現役レーサーも活躍中であることから、62歳にとらわれずやれるところまで現役を続けてほしいという声も多くあります。還暦を迎えた女子レーサー初の G1 タイトル獲得も決して夢ではないでしょう。そんな日高選手ですが、現在行われているレディースチャンピオンで焦点除外となりました。開幕1レースで2着に入った日高選手が優先艇保護違反を取られて焦点除外となり、早々に優勝争いから脱落しました。一枠員発進の日高選手は1マーク先前も3枠落合選手にまくり差しで迫られました。この時後続の5枠中里選手が落水。2マークではターンが膨れた日高選手を2枠桜本選手が打ち差し先頭に抜け出しました。2番手は日高選手と落合選手の争いになり、2周ホーム直線で外の日高選手の船に、コース内にいた落合選手の船がかかっていました。落水選手の事故処理が行われている1マークは勝負回避が求められ、この場合はうちの落合選手に先行する優先権がありました。地元開催で意気込んでいた62歳レジェンドにとって
初戦から悔いの残るレースとなってしまいました。この結果に対しネットでは、このルールができてから失格や焦点除外が未だに多く発生しているということは、ルール自体に問題があるから、マクールで提言されていたのはカーレースと同じように、事故が起きた周回でゴールを通過した順で、順位を確定させて終了するというもの、無理に3周走らせる意味がないということです。レース見てきたけど、転覆に気づいていたのか、2マークで気づいていればこんなことにはならなかったと思うけど、結局2周1マークで2人の位置だと落合も2着を主張しにくいかな。そもそもこの制度は選手からしても分かりにくい。直線で姿勢を下げてスピードを出そうとしているときに、へさきがかかっているかまで見れるか、その後落合が引いた日高は前に行くしかないだろう。これで日高が引いて2、3、1にしたら、絶対に八百長を疑われるだろう。どうにかならないんですかね。選手に罰を与えるだけじゃなく、順位も変更してよ。優先艇を無視して着順変わってるんだから、八百長とは言わんけど近しい行為ですよね。そういえば優勝戦で故意にやって優勝をさらっていった選手もいましたね。一つでも上位を取りに行く、いつこさんらしいっちゃらしい W、 これだけ長年一戦では知ってるレーサーでさえ困惑するルール、ファンはもっとわからない、もっとわかりやすくしてほしい、などのコメントが見られました。悔しい結果になってしまった日高選手ですが、これからも日高選手の活躍から目が離せません。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。皆さんこんにちは。最近引退したベテランレーサーといえば誰を連想しますか？今回はレーサーとしても選手会長としても長年ボートレース界を牽引し、最近突然の引退を発表した城滝和則選手についてご紹介したいと思います。城滝和則選手は1968年5月20日生まれ、登録番号3307、佐賀県出身で佐賀支部に所属していた。60期 A1 級に所属していた経験も長いベテランボートレーサーです。城滝和則選手は10歳の時にボートレース好きの父親に連れられて、地元にあるボートレース唐津でレースを観戦し、その迫力に魅了されボートレーサーを志したそうです。その後進学するも高校を中退し、当時の元栖養成所に入所し、厳しい訓練に耐えて1987年3月に60期のボートレーサーとして卒業を果たしました。そして同年5月にボートレース唐津でデビューを果たします。その後1ヶ月後の1987年6月には早くも初勝利を挙げ、ボートレースファンの注目の的になりました。さらにデビューからわずか半年で B1 級へ昇格すると、その半年後にはなんと A 級昇格まであっという間に果たし、さらに注目を浴びる形となりました。その後は着実に成績を伸ばし実績を積んでいった城滝和則選手は、1989年には年間最優秀新人にも選出され、ファンを増やしながらボートレーサーとしての知名度、そして強さを見せつけていきました。そんな城滝和則選手はどの枠番で出場しても徹底的にインコースや2コースを取りに行く、いわゆるインヤと呼ばれるスタイルを貫いており、ほとんどのレースでスロー枠からのスタートとなっています。また城滝和則選手は長い歴史の中でスタイルの変わりつつあるボートレース界隈を長く経験してきたこともあるのか、なかなかに激しいぶつかり合いや冷酷とも見られるレースぶりを見せることから、非常のワイルドボーイというあだ名で呼ばれていることもあるようです。城滝和則選手の自身初となる重賞タイトルは1991年に取った G1 唐津周年記念でした。また1996年にはボートレースダービーで SG を初制覇することに成功し、トップレーサーとして誰もが認める姿でボートレース界を引っ張っていく存在になりつつありました。また城滝和則選手は1998年にグランドチャンピオン、2004年に笹川賞競争、2005年にチャレンジカップと
これまでに合計4回の SG を制覇しています。また G1 についてもボートレース常滑での第8回新鋭王座決定戦のほか合計17回もの優勝歴を持っています。そんな城滝和則選手は2011年3月17日に日本モーターボート選手会の副会長に就任します。当時選手会の重要ポジションに就いた場合はレースから退くケースが通例となっており、城滝和則選手は4月以降のレース斡旋を全て辞退しました。その後城滝和則選手は2012年6月26日に選手会の会長に就任し、選手会長という立場でボートレース界を牽引していきました。ちなみに先ほどご紹介した通り、選手会役員に就任したらレースには出走しないという通例は城滝和則選手が覆しました。2014年8月14日から城滝和則選手は選手会会長在任のまま約3年5ヶ月ぶりにレースに復帰しました。さらに復帰レースでは準優出して4着とブランクを感じさせない走りでファンを魅了していました。そして2020年の選手会長選挙時には非常勤の会長を自ら宣言して立候補し、無投票で当選しました。その後2020年5月にボートレース下関で行われたレースから会長を兼任したまま現役復帰を果たし、半年に8節程度の出走を繰り返してきています。史上初となる選手会長兼現役レーサーとなった城滝和則選手は選手会会長として様々な仕事をこなしながらレースにも出場してボートレース界を牽引していきました。2022年1月にはボートレースで行われたマンスリーボートレース杯で優勝し、現役選手会長としては歴代初となる優勝を成し遂げています。実質10年近く続いた城滝和則選手の選手会長でしたが、2022年6月に行われた日本モーターボート選手会長選挙では立候補を行わず、新会長に瓜生正義選手が選ばれたことによって城滝和則元選手は選手会長を退任する形となりました。その後は現役ベテランレーサーとしてレースに出場し続けていましたが、この度2024年7月3日にボートレース大村で行われた BTS オラレ渋市開設15周年で初日第8レースに1号艇で出走したものの、0.01のフライングとなってしまい途中帰郷となりました。そして翌日にはすでに入っていた他のレースの斡旋がプロフィールページから全て削除されていることが確認されていました。この事態に SNS 上ではまさか引退、なぜこのタイミングで、などと様々な憶測が飛び交いましたが、8月8日に城滝和則選手は引退届を正式に提出し、その後引退が正式に発表されました。実はこの最後のレースとなったフライングの前に出場していたボートレース平和島の時に城滝和則選手は F を切ったら選手を辞めると心に誓っている、準優とか優勝戦とかで勝てると思っての F なら仕方ないけど、関係ないところで F を切るのは集中力がなくなった証拠、そうなったらみんなに迷惑かけるからね、その時は選手を辞める、今はそういう気持ちでレースをしてるよ、とコメントしており、まさかその直後に斡旋されたレースでフライングを切り、その言葉通り信念を貫いて引退に踏み切った形となりました。城滝和則選手はその強気なレース姿勢や危険とも取れるターン勝負などから時には老害などとレーススタイルを批判されることもあった晩年でしたが、この引退に関するコメントと実際の行動を見ると、しっかりと信念を持ったボートレーサーであったことがわかると思います。ベテランレーサーでいろんな意味で知名度の高かった城滝和則選手の引退には SNS 上でもいろいろあったけどお疲れ様でした、ボートレース界に貢献してくれてありがとう、などとその引退を惜しむ声も多く聞かれています。また定界のスターであり佐賀支部の後輩でもある峰竜太選手は、僕がデビューする前からカリスマ的存在、いろんな人をついてきさせるような魅力があふれる人でした、と城滝和則選手の人柄を語り、忘れられない思い出については
G1 初優勝の芦屋優勝戦締め切り5分前に緊張を取るために本気でビンタされたこと、 SG 初優勝した丸亀で表彰式の後に待っていてくれて、今までよく頑張ったな、おめでとうって握手されて泣き合ったと2つのエピソードも付け加え、最後には長い間お疲れ様でしたと師匠ともいえる同志部の先輩の引退を惜しみ、そして称えていました。ちなみに城滝和則選手には城滝健也選手というボートレーサーである息子がいます。城滝健也選手は1996年4月14日生まれ、登録番号5124、佐賀支部に所属している126期の若手ボートレーサーです。父の背中を追いかけてボートレーサーになる夢を叶えた城滝健也選手はまだまだ成長途中ではありますが、最近は少しずつスタートも安定して船券絡みの機会も増やしているレーサーです。今回の父の引退によりさらに気持ちを引き締めて今後のボートレース界を牽引してほしいですね。いかがでしたでしょうか。今回は定界のレジェンドレーサー、そして長年選手会長を務めた城滝和則選手の引退についてご紹介しました。今後のボートレース界を引っ張っていく存在は一体誰になるのでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。皆さんこんにちは。女子会トップクラスの人気者の戸敷亜希美選手、見た目の可愛さはもちろんのこと、近年はレーサーとしての実力も上昇中です。そんな戸敷亜希美選手ですが、2024年8月にレース中の事故で骨折していたことが分かりました。実は以前にもレースで骨折の経験がある戸敷亜希美選手、ボートレース自体がトラウマになってしまう可能性も考えられますが、戸敷亜希美選手は今回の事故である決意を明かしていました。今回はそんな戸敷亜希美選手の過去の事故を振り返りながら、2024年8月に起こった事故の詳細と決意の内容をご紹介していきます。宮崎県宮崎市出身、福岡支部のボートレーサーである戸敷亜希美選手、小学1年生の時にテコンドーを始めました。そこから一度もやめることなく高校3年生まで続け、中学時代には全九州テコンドー選手権大会で優勝、 JOC ジュニアオリンピックカップで準優勝、そして高校時代には西日本選手権大会で優勝。そんな戸敷亜希美選手がレーサーを志したのは姉とお金だったと話しています。戸敷亜希美選手はインタビューにて、姉が最初ボートレーサーを目指してたんですけど慣れなくて、そこから私も意識し始め、テコンドーとどちらか悩んでいく中でやっぱお金欲しいなって思ってと話しています。中学3年生の時に大和学校を受験するつもりだったそうですが、両親の助言もあって地元の宮崎商業高校に進学。高校時代にはテコンドーにて西日本選手権大会で優勝するなど実績を残し、卒業前には熊本大学の推薦枠を獲得。しかしボートレーサーになるために辞退したのです。担任に伝えた時には相当驚かれたようですが、本気であることが分かってからは担任両親は協力してくれたそうで、スポーツ推薦で養成所を受験、見事一発で合格しました。そんな戸敷亜希美選手のデビュー戦は2016年5月12日に開催された福岡男女混合戦、全くとしてレースに参加できず6着、また一節間ほぼ6着に敗れ、プロの世界を思い知らされます。デビュー4期目でようやく B1 級に昇格し、連帯率も少しずつ上向き出した2018年8月、地元福岡開催の初日1レース、ついに初勝利の瞬間が訪れます。枠なりの4コース進入となった戸敷亜希美選手は、他艇が出遅れる中でコンマ14のトップスタート。いつもなら外前行ってたけど、このレースはまくり差しに行ける冷静さがあった。後のインタビューでこう話す通り、 A 級レーサーである出端貴則選手を先に回し、焦りを一切見せないまくり差しで1着。2016年5月のデビューから238走目にして
初の水神祭を達成しました。プライベートでは2020年12月に結婚を発表。ボートレース公式チャンネル女子バナビオリの配信内で前触れもなく突然結婚発表を行いました。実は結婚を発表する以前、2020年9月の圧戦を最後にレース場から姿を消していた戸敷明美選手、 SNS 界隈では産休、それとも引退といった声も上がる中、突然の結婚報告に加えて2021年7月19日に自身のインスタグラムにてお子様の写真を添えて出産報告がなされました。2020年9月から産休に入っていた戸敷明美選手ですが、復帰戦となったのは2022年2月の唐津 G3、 実に1年4ヶ月ぶりの圧戦となりました。産休明けの一節は10走して1着1回、2着3回、3着2回、惜しくも予選突破とはいかなかったものの、ブランクを全く感じさせない強い走りを見せた戸敷明美選手、欠場中の肉体作りが生かされたのでしょう。そしてママさんレーサーとなって復帰してから数ヶ月後、記念すべき日を迎えることに。8月の常滑ヴィーナスシリーズ第11戦両旗をゲットした戸敷明美選手は1走目をまくり差しで勝利すると、一度しか船券を外さない走りで予選通過。準優は女子会トップの細川優子選手、鎌倉涼選手、宇野弥生選手らが内に構える中、コンマ08のトップスタートからまくり一撃、この一着で自身初の優出に駒を進め迎えた優勝戦。1号艇の川野芽衣選手はオール連帯でトップ通過し、2号艇の岩崎芳美選手も全て3着以内で勝ち上がり、この番組で3号艇の戸敷明美選手が1着になることを予想した人はほぼいなかった中での全速まくり、この勝利で初優出&初優勝のダブル水神祭を達成。初勝利は同期で21番目でしたが、初 V は同期7番目、女子では1番目でした。また2023年前期の級別審査ではデビュー初の A2 級昇格を果たしました。そんな戸敷明美選手ですが、フライングが多い選手としても有名です。デビュー当初から年間2本ペースでフライングをしており、2017年2019年は3本という多さ、しかも15本中3本は非常識なフライング、 F を切ってしまうぐらい気合があるのは良いことですが、1本目で30日、2本目だとプラス60日で、計90日間もの F 休みとなります。その日数分だけチャンスが失われ、そもそもフライングした説は焦点除外、せっかく調子が上向いている状況なので少ないチャンスを自ら手放すのはもったいないですよね。2024年にも4艇による集団フライングを犯したりと、フライングが目立つ戸敷明美選手、少しでもスタート事故を減らすことができればさらなる飛躍が見込めそうです。少しずつ活躍の機会を増やしている戸敷明美選手ですが、2024年8月レース中の事故で骨折していたことが分かりました。戸敷明美選手は2024年8月3日にボートレース戸田で開幕したボートボーイカップに出場、シリーズ3日目までに3勝を挙げる活躍を見せました。しかし8月6日のシリーズ4日目の12レース記者選抜戦で1周1マークを回ったところで他艇と接触し転覆、この日で途中帰郷となっていました。そして戸敷明美選手は2024年8月8日に自身の X 旧 Twitter と Instagram のストーリーズを更新、両方に同じ文章を綴った画像を投稿しました。その中で戸田4日目の転覆で指を骨折してしまい途中帰郷になりましたと、レース中の転覆で指を骨折したことを明かしました。続けて他は大丈夫です指の骨折以外は無事であることを報告、今後については早く治しますと話していました。今回の事故で指を骨折してしまった戸敷明美選手、実は過去にも練習中のレースにて骨折したことがありました。鼻を骨折して目尻も切れてたんで、一歩間違えたら危なかったんですよね。手術したんで1ヶ月だけ休んだんですけど、手術よりもその後ボートに乗るときに怖かったらどうしようという心配の方が強くて、でもそういう恐怖心とかなくて乗れたんで、そこは良かったと思います。その時のことを母親である由美子さんに尋ねると、
やっぱり反対しとけばよかったかなと思いました。大和学校の参観の時によく許しましたねって先生に言われたのはこれだったんだと思ってとのこと。2024年8月の事故で2度目の大きな怪我を負ってしまった戸敷明美選手、2度目ということもあり恐怖心からボートに乗れなくなってしまう可能性も考えられますが、思い切りが良いレース運びが好きです。再登場をお待ちしています。以前よりも頑丈な指にして帰ってきてね。また元気なお姿を拝見できる日を楽しみにお待ちしていますといった声が多く、復帰を望んでいるファンが多くいました。いかがでしたか。今回は戸敷明美選手の過去の事故を振り返りながら、2024年8月に起こった事故の詳細と決意の内容をご紹介しました。2度目の怪我となってしまった戸敷明美選手には一日でも早い回復を祈り、また大舞台での活躍されることを期待したいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。皆さんこんにちは。最近引退したボートレーサーといえば皆さんは誰を連想しますか。ボートレーサーの平均引退年齢は46歳となっていますが、ベテランレーサーとなってそれよりも長く現役を続けるレーサーもいれば、20代や30代で若くして水面を去るレーサーもいます。今回は直近の2024年6月から7月の間に引退を発表した選手、または公式プロフィールページが削除されて現在実質引退となっているレーサーをピックアップして8人ご紹介したいと思います。1人目は古澤慎二選手です。古澤慎二選手は1971年10月14日生まれ、登録番号3670、福岡県出身で福岡支部に所属していた73期 A1 級に所属していた経験もある元ボートレーサーです。古澤慎二選手は1993年11月にボートレース芦屋でデビューを果たし、翌年1994年2月には初勝利を挙げました。少しずつではあるものの技術を向上させていき、1996年9月には初優出をマーク、1999年1月にはボートレース福岡で行われた一般戦で悲願の初優勝を達成しました。2000年にはすでに A 級に昇格し、A2 級や B1 級を挟みながらも引退するまでに何度も A1 級に在籍していた経験のあるれっきとした A 級レーサーの一人です。2001年後期に初めての A1 級昇格を果たすと、2002年11月の九州地区選手権では G1 初優出を記録しています。ただしその後は度重なるフライングなどもあり、なかなか A1 級をキープできない時期も続いていました。晩年2015年頃からは B1 級となり、2011年9月に地元で優勝してからは優勝をすることなく少しずつ成績が落ちていました。ただ2020年に入ってからもレースには出場し続けており、現役生活は30年を超えていました。古澤慎二選手は通算優勝10回、生涯獲得賞金4億程度とされています。そんな古澤慎二選手ですが、2024年6月1日に引退届を提出してボートレース界から姿を消す形となりました。詳しい引退理由については明らかにされていませんが、引退した頃の勝率は4点台を下回ることもあり、自分の力に限界が来たことを感じ、また4期通算での引退勧告を受ける前に身を引くという判断だったのではないかと予想されます。2人目は新良和則選手です。新良和則選手は1956年8月10日生まれ、登録番号2930、山口県出身で山口支部に所属していた46期の元ベテランボートレーサーです。新良和則選手は1980年5月にボートレース徳山でデビューを果たし、4着と健闘を見せると、1980年8月にはボートレース鳴門で早くも初勝利を飾っていました。その後1981年2月にボートレース琵琶湖で初優出をマークすると、ここでも4着と健闘します。そして
1982年5月にボートレース三国で悲願の初優勝を成し遂げると、そこからさらに成績を上げていきます。1985年2月にはボートレース徳山で行われた第28回中国地区選手権で G1 初出場。1990年10月にはボートレース戸田で行われた第37回全日本選手権で SG 初出場をマークし、その後も1990年代にめきめきと伸びを見せ、トップレーサーとして活躍を続けます。1995年6月にはボートレースで G1 を初めて制覇すると、1996年8月にはボートレース蒲郡で行われた第42回モーターボート記念で SG 初優勝も成し遂げました。その後も着実に実績を積み上げ、2022年には163人目となる通算2000勝を挙げます。その後はなかなか勝利を挙げることができないものの、晩年までレースに出場し続けて活躍しました。そんな新羅和則選手は2024年4月にボートレース下関で行われたレースで3着を取り、結果としてこれが現役最後のレースとなりました。2024年6月11日に選手登録を削除し引退となり、新羅和則選手の引退によって現役の2000番台のレーサーは残り3人となりました。引退理由はおそらく年齢と思われますが、これだけ長い現役生活で最後まで活躍し続けた数少ないレジェンドレーサーでした。3人目は和森ひかる選手です。和森ひかる選手は1994年5月17日生まれ、登録番号5021、大阪府出身で大阪支部に所属していた122期最高階級 B1 級の元女子ボートレーサーです。和森ひかる選手はボートレーサーになる前に、小学校1年生の頃、実家のテレビで見たシンクロ選手の演技を見て感動したことがきっかけで、アーティスティックスイミングという競技を始めました。アーティスティックスイミングとは、音楽や他の選手に合わせて水上で演技を行い、技の完成度や演技の芸術性、表現力などを競う採点競技で、いわゆるシンクロナイズドスイミングという競技の名前が変わったものです。そうして小さい頃からアーティスティックスイミングを始めた和森ひかる選手は、小学校6年生の時には関西選手権水泳競技大会のジュニア部ソロに出場して優勝しており、同じ年の第29回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ、10から12歳の部でもソロ部門で優勝するなど、一人だけでも全国の強豪たちと戦える実力を持っていました。その後中学に進学した後にも十分な実績を残します。2008年のクリスマスプライズプラハ2008に出場し、今度はソロの部、デュエットの部で共に1位を記録し、翌年2009年にはアジアエイジグループ選手権でソロフィギュアチームの3部門で全て優勝を勝ち取っています。また同年のジュニアオリンピック大会ソロ13から15歳の部およびデュエット13から15歳の部でも優勝するなど、圧倒的な実力で世界を相手に活躍しました。和森ひかる選手は中学卒業後も四天王寺高等学校に進学し、アーティスティックスイミングを続けます。高校2年生の時には国体に出場しデュエット優勝、3年生の時には日本シンクロチャレンジカップに出場し、そこでもデュエット部門で優勝を果たします。さらにギリシャで行われた世界ジュニア選手権大会では出場できる全ての競技に出場し、ソロデュエットチームの3競技で2位に入り、フリーの演技でも4位入賞という快挙も果たしました。2012年に行われたロンドンオリンピックへの出場はならなかったものの、2012年にはシンクロ日本代表マーメイドジャパンにも選出されました。その後も和森ひかる選手は2014年に尼崎スポーツの森で開催された日本選手権でチーム優勝、同年10月に行われたフィナシンクロワールドカップではチームを2位に導く活躍を残しました。プロアスリートとして確実な実績を残していた和森ひかる選手でしたが、2015年3月には体力面の不安を理由としてシンクロ日本代表マーメイドジャパンを離脱することになります。当時のコーチであった井村雅代さんは、代表入りを断るのも私には理解できないと
カズモリヒカル選手を含む代表離脱者を批判していたそうです。この離脱により出場が期待されていた2016年リオデジャネイロオリンピックにも参加しておらず、カズモリヒカル選手は意外にもオリンピックの出場経験をないままアーティスティックスイミングの道から身を引くことになります。その後2017年に大学を卒業するまでに正式にシンクロ選手を引退しています。その後カズモリヒカル選手は同じ水上の競技であるボートレーサーに興味を持ち、アーティスティックスイミングからの転向を決意します。ボートレーサーに転向した理由は自分の身長を生かしたいこと、そしてモータースポーツに興味を持っていたことだそうです。大学卒業時にボートレーサー養成所に特別試験枠で応募して試験を合格しました。特別試験枠の中は世界大会日本代表のものという項目があり、カズモリヒカル選手はここに該当していたため特別枠での入賞を果たすことができました。1年間の厳しい訓練を経て2018年3月に訓練を終了しています。その後2018年5月28日に122期の新人ボートレーサーとしてデビューを果たしました。しばらくは1着を取れない日々が続きますが、2019年7月8日にボートレース下関で4コースからまくりを決め、念願のデビュー初勝利を飾りました。そこから波に乗っていけるかと思われたカズモリヒカル選手でしたが、初勝利から2024年前期までに通算勝率数はわずか10回、勝率も3点台を超えることはなく、ここ2年ほどはレースに出場していませんでした。デビュー以降、引退勧告の基準となる4期通算勝率 3.80 には一度も届いていませんでしたが、デビューから3年間は引退勧告の対象外となるため、2022年以降の成長次第ではといったところでした。しかし2024年6月に突然公式プロフィールページが削除され、2024年6月14日カズモリヒカル選手は正式に引退届を提出してボートレーサーを引退していることが分かりました。通算成績は1着10回、勝率 2.0 に、優出や優勝は0回と、プロのボートレースの世界の厳しさを痛感したような結果となってしまいました。アーティスティックスイミングではあれだけの成績を収めていたカズモリヒカル選手でしたが、ボートレーサーの世界ではなかなか思うような結果を残すことができませんでした。4人目は西山雄貴選手です。西山雄貴選手は1997年4月2日生まれ、登録番号4986、兵庫県出身で兵庫支部に所属していた120期の元新人ボートレーサーです。西山雄貴選手は2017年5月にボートレース尼崎で行われた第49回放置金牌争奪6校賞競争でデビューを果たしました。デビュー当初はなかなか船券に絡めない日々が続きますが、2019年11月にボートレース鳴門で行われたスカパー JLC 杯ルーキーシリーズ第20戦で1コースから逃げを決めてようやく初勝利を挙げます。その後は2024年4月にボートレース鳴門で初優出をマークする活躍も見せました。デビューから約7年少しずつ成績は上がっているものの、勝率3点台を抜け出すことはできず、2024年後期の勝率も 3.89 とやや苦しい数字となっていました。そんな西山雄貴選手は2024年6月19日に正式に引退届を提出してボートレーサーから身を退きました。通算勝利数は36回、生涯獲得賞金は3000万ほどとされており、デビューから7年経ったレーサーの数字としては少し厳しいものとなっていたため、力の限界を感じての引退ではないかと思われます。5人目は田山和弘選手です。田山和弘選手は1968年2月4日生まれ、登録番号3537、福岡県出身で福岡支部に所属していた69期の元ベテランボートレーサーです。田山和弘選手は1991年11月にボートレース若松でデビューしました。かなりベテランのレーサーで A1 級に所属した経験もないことから、なかなか過去の情報が見つかりませんでしたが、田山和弘選手は通算出走数5898回、通算勝利数572回、通算勝率 4.83 をマークしており、
大きな活躍はないながらも、長年にわたって水面で活躍したレーサーの一人です。 G2 以上の大会に出場したのは1回のみで、選手生活のほとんどを一般戦でのレースで過ごしました。通算22回の優勝を記録するも、引退までに優勝した経験はありません。ただそれでも引退勧告を受けずに、これだけの長い間を現役で過ごせたのは、田山和弘選手の体調管理や年齢での衰えをカバーする技術があってのものでしょう。そんな田山和弘選手は2024年7月3日に引退しています。引退の直前にボートレース芦屋で行われたレースでは、最終日の2走をいずれも5着で終え、最終レース後にはピット内で引退セレモニーが執り行われました。田山和弘選手は、選手生活を終えることができたのは皆さんのおかげ、今後皆さんに怪我がないように祈っています、と周囲への感謝に加えて、今後を担っていくレーサーたちへの配慮も語りました。最後まで田山和弘選手の人柄が現れていました。6人目は山口隆選手です。山口隆選手は1981年12月2日生まれ、登録番号4222、佐賀県出身で佐賀支部に所属していた92期の元ボートレーサーです。山口隆選手は2003年5月にデビューを果たし、同年9月には地元のボートレース唐津で初勝利を挙げています。新人時代は順調に成績を伸ばしていましたが、初優出は2007年9月、初優勝はデビューから12年も経った2015年6月と、大きな節目にはかなり苦労したレーサーの一人です。その後2017年7月には通算500勝も達成していますが、引退までの晩年もなかなか成績を大きく伸ばすことはありませんでした。それでも通算勝率は 5.27、 通算勝利数は743勝、通算51回の優出に通算3回の優勝と、しっかりと実績は残しました。そんな山口隆選手ですが、2024年7月に突如として公式サイトのプロフィールページが削除され、その後正式に引退届を提出していたことが報じられました。引退理由について明確に発表はありませんでしたが、実は2024年7月10日山口隆選手は唐津市内の道路において飲酒運転による事故を起こしており、現行犯逮捕されたというニュースがありました。山口隆選手はこの事件に対して、弁解することはないと容疑を全面的に認めました。山口隆選手の引退の理由は明確ではありませんが、おそらくこの逮捕によって現役続行は不可能となったのだと思われます。7人目は茅場優子選手です。茅場優子選手は1971年7月26日生まれ、登録番号3693、茨城県出身で東京支部に所属していた74期の元ベテランボートレーサーです。茅場優子選手は1994年5月にボートレース浜名湖でデビューを果たし、翌年2月にボートレース浜名湖で初勝利を挙げています。その後1999年10月にボートレース琵琶湖で初優出をマークし、2000年4月にはボートレースの女子リーグで悲願の初優勝を達成するなど、デビューから着実に成長を見せ、実績を積み重ねてきました。その後も2002年2月にはボートレース徳山で G1 初優出をするなど、ところどころで存在感を見せながら、通算36回の優出、通算3回の優勝を記録しています。通算勝利数は835勝を積み上げ、2002年後期には A1 級に昇格した経験も持っています。2024年に入ってからは成績をやや落とすも、女子戦ではたびたび船券絡みを見せる活躍をしていました。そんな茅場優子選手ですが、2024年7月16日に引退届を提出して正式に引退していたことが分かりました。直前の成績を見ても、引退勧告を受けるほどの数字ではなく、明確な引退理由については不明のままです。おそらくモチベーションの低下や体力の限界を感じての引退であったのではないかと予想されます。8人目は三宅親志選手です。三宅親志選手は1960年11月13日生まれ、登録番号3044、福井県出身で福井支部に所属していた50期の元ベテランボートレーサーです。
三宅親志選手は1982年5月にボートレース琵琶湖でデビューを果たし、すぐにボートレース尼崎のレースで初勝利を収めています。1983年にはボートレース三国で初優出、さらに1985年にはボートレース三国で初優勝も飾っています。また1991年2月にはボートレース琵琶湖で行われた近畿地区選手権競争で G1 初優出で G1 初優勝という快挙も成し遂げました。長い現役生活の中で通算217回の優勝に通算31回の優勝と、かなり高い実績を収めているレーサーの一人です。2000年には A1 級に所属しており、そこから約5年ほど A1 級をキープしていました。一時は B 級降格も経験しますが、その後も A1 級に復帰するなどしぶとく長年好成績をキープしています。ただ2010年頃から勝率が6点を下回り、2017年頃には勝率4点台と、少しここ数年は落ち目とも感じられる成績でした。そんな三宅親志選手は2024年7月19日に正式に引退届を提出して引退となり、40年を超える現役生活に終止符を打ちました。引退理由は明確に発表されていませんが、選手歴や年齢、直近の成績を考えてもそろそろ限界といったところでしょうか。ベテランレーサーの引退に多くのファンから惜しむ声が聞かれています。いかがでしたでしょうか。今回は直近の2024年6月から7月の間に引退となったレーサーをご紹介しました。最近は様々な理由での引退が後を絶ちませんが、今後さらに新しいレーサーが登場し、新たな時代を作ってくれることでしょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。皆さんこんにちは。トップレーサーの峰竜太選手の弟子であり、またルックス面でも人気のある野田なづき選手、そんな野田なづき選手に入っていた斡旋が全て削除されました。先日にトークショーも出演できなくなったことを発表していた野田なづき選手ですが、何かあったのでしょうか。今回はそんな野田なづき選手の経歴を振り返りながら、トークショーキャンセルや斡旋削除の本当の理由をご紹介していきます。野田なづき選手は佐賀県多久市出身の B1 級ボートレーサーです。2019年11月22日にプロデビューを果たし、競艇界屈指の可愛い選手として多くのファンに注目されています。登録機は125機で、近年勢いに乗っている砂永智樹選手や着実に成績を上げている船越桃奈選手が在籍、地元の佐賀支部に所属しており、先輩レーサーにはトップレーサーの峰竜太選手や SG を2度制覇した深川慎二選手がいます。そんな野田なづき選手の出身高校は鹿島実業高等学校バレーボール部が全国屈指の強豪で、野田なづき選手はバレーボール部に所属していました。実は野田なづき選手は小学5年生からバレーボールをしており、将来はプロになることを夢見ていたそうです。ポジションは小中学校と花形のアタッカーで活躍していました。しかし156センチという身長がネックとなり、プロのバレーボール選手になることを断念。バレーボールでは身長が低ければ守備専門のポジションであるリベロの道もあります。しかしアタッカーとして活躍することに限界を感じて、プロのバレーボール選手を断念したということは、アタッカーへの並々ならぬこだわりがあったということでしょう。バレーボールを諦めた後、男性に負けたくないという思いで男女平等に戦うことができるスポーツを探すことにした野田なづき選手。そんな時に母親同士が知り合いだったことから、オアシルリカ選手との親交が生まれて、ボートレースの存在を知ります。そこで野田なづき選手は男女平等に活躍できることと、身長が低くても活躍できることから、ボートレースに興味を持ちました。そして実際に祖母の家がある長崎県のボートレース大村でレースを観戦。この時に勝った選手が女子レーサーの中でも屈指の実力者である平高奈々選手でした。
男性レーサーを圧倒する走りに野田奈月選手は感動。レーサーを目指し始めた頃に初めて見たレースでは、平高奈々選手が男子選手5人を相手に1着を取っていて、私もこんな女子レーサーになりたいという思いが強くなりました。こうして野田奈月選手はボートレーサーとしての目標が決まり、本格的に競艇選手を目指すために動き出しました。当時高校生だった野田奈月選手は、学校の休み時間やプライベートの時間すべてを養成所の受験勉強に充てたそうです。結果、高校3年生の時の初受験で見事合格。応募者951名中合格者51名という難関を突破し、ボートレーサーとしての第一歩を踏み出しました。そんな野田奈月選手の師匠は、現役最強との呼び声高い峰竜太選手。峰竜太選手は言わずと知れた佐賀支部の絶対的エースです。実力はもちろん、イケメンボートレーサーとしても知られており、メディアに引っ張りだこなだけでなく、自身も積極的に情報発信をしています。そんな人気実力ともにトップレーサーである峰竜太選手に、野田奈月選手が指示したのは、2022年頃強くなりたい一心で1年前に峰さんに相談したら、練習を見てあげるよと声をかけてくれたそうです。峰竜太選手は佐賀支部のエースなだけあって、面倒見がいいのかもしれません。また師匠の指導について、野田奈月選手はスピード負けしないターンを毎回心がけていて、教えられたことを実践したら握ってかわせる場面も増えたし、道中で抜かれる数が減りましたと話しています。峰竜太選手のターン技術をしっかり受け継いでいるようです。最強ボートレーサーの指導でさらなる活躍が期待できるでしょう。師匠に恵まれた野田奈月選手ですが、受け継いだ技術はどれくらい成績に反映されているのでしょうか。養成所時代は優出や優勝が1回もないので、目立った活躍はできなかったようです。ただリーグ勝率が 4.26 であることから、成績不良というわけではありません。養成所は制度上必ず脱落者が出る仕組みになっていますが、卒業が危ぶまれた可能性は低いでしょう。プロデビュー後も優出や優勝はまだありません。ただ年が経つにつれて着実に勝率が上がってきています。特に2024年後期の勝率は 4.98 と、 B1 に昇格した2021年の 2.43 と比べると2倍近くまで上昇。平均スタートタイミングが 0.20 で停滞しているので、そこが改善されればさらなる成長が見込めるでしょう。野田奈月選手は優出や優勝はまだありませんが、初勝利は達成しています。記念すべき初勝利となったのは2021年1月1日ボートレース大村での一般戦。本レースにおいて野田奈月選手は3号艇3コースからの出走となりました。スタートでは遅れを取りますが、2号艇より先にスピードターンを敢行します。その後先行していた1号艇の懐を刺して独走するというお手本のようなまくり差しを披露。非常にめでたい元日の初勝利となりました。さらに野田奈月選手は G3 でも初勝利を挙げています。その記念すべきレースが2022年2月13日にボートレース唐津で開催された G3 オールレディースゾンビランド佐賀ワラスボターン C。 本レースでは野田奈月選手よりも格上選手が多くなっていました。しかし1号艇1コースという高枠のアドバンテージをしっかりと生かし逃げ切ります。これによって地元での G3 初勝利を飾りました。このように徐々に活躍の機会を増やしてきた野田奈月選手ですが、2024年8月16日入っていた斡旋が全て削除されました。この日までに削除されたレースの出場予定は、2024年8月25日から30日まで東京にあるボートレース平和島で開催される G3 平和島レディースカップ、9月15日から20日まで福岡県にあるボートレース福岡で開催される日刊スポーツ杯の2つのシリーズ。これで現在野田奈月選手に入っている斡旋は一つもなくなりました。野田奈月選手は8月13日から18日まで山口県にあるボートレース徳山で開催される
スポーツ日本杯争奪ヴィーナスシリーズ第11戦に出場する予定でしたが、全県不合格となり欠場。その後、9月1日に北村ねね選手と2人でボートレース徳山で行う予定だったトークショーについても、諸事情により出演ができなくなったことが発表されていました。表舞台に立つ予定をすべて削除してしまった野田奈月選手の身に何かあったのでしょうか。まず考えられるのは結婚や妊娠です。負けず嫌いな性格や芯の強さがうかがえる野田奈月選手は、競艇界屈指の可愛さで有名です。はっきりとしてた目鼻立ちで、アイドル顔負けのルックスなので、異性からのアプローチは間違いないでしょう。実際、野田奈月選手には結婚や彼氏の噂がつきまとっています。実は同じ佐賀支部に所属している同期選手の貞松勇樹選手が彼氏なのではないかという噂もあります。貞松勇樹選手は師匠が同じ峰竜太選手であったり、同期かつ同支部であったりと、かなり関わりが多い選手ですので、納得のできる話ですね。そこで野田奈月選手の恋愛事情を徹底調査しましたが、結婚や彼氏がいる事実は確認できませんでした。そのため、妊娠による斡旋削除の可能性は低そうです。もう一つ考えられるのは事故による負傷です。野田奈月選手は2024年7月にボートレース唐津で開催されたほぼ女子戦サマーモーニングバトル4日目1レースにて転覆しています。2着争いをしていた2号艇野田奈月選手と3号艇吉田翔吾選手でしたが、1周目2マークを回った際に吉田翔吾選手が野田奈月選手にぶつかり、野田奈月選手は転覆。その後、負傷により途中帰郷となっていました。この事故の後、野田奈月選手はインスタグラムのストーリーにて、転覆後の脳震盪で途中帰郷しました。心配かけてすみません、怪我の様子見てまた頑張りますと投稿。今回のトークショー中止や斡旋削除をした理由として、この怪我の影響が残っており、休養が必要な状態なのかもしれません。いかがでしたか。今回はそんな野田奈月選手の経歴を振り返りながら、トークショーキャンセルや斡旋削除の本当の理由をご紹介しました。はっきりと理由を明かしていない野田奈月選手ですが、ご本人から理由が明かされることを待ちたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。皆さんこんにちは。ボートレースにおけるチルトという概念をご存知でしょうか。今回はチルトとは何かに加えて、最近話題になっているボートレース若松のチルトサンドの解禁についてご紹介したいと思います。まずボートレースにおけるチルトとは、ボートにモーターを取り付ける角度を指しています。選手たちはボートにモーターを取り付ける際にチルトアジャスターという部品で、このチルト角度を調節することができます。チルト角度はマイナス 0.5 度から 0.5 度刻みで、最大プラス 3.0 度まで8段階設けられています。一般的にチルト角度を大きくすることをチルトを上げる、チルト角度を小さくすることをチルトを下げると言います。ちなみにチルト角度は8段階ありますが、ボートレース上によって選択できるチルト角度が異なります。この後詳しくご紹介しますが、チルトを3度まで上げられないボートレース場も存在しています。このチルト角度という要素ですが、実際のレースにどのような影響を及ぼすのでしょうか。ボートレースのモーターの先端にはプロペラがついており、このプロペラが実際にボートを進める原動力となります。モーターを取り付ける角度であるチルト角度はプロペラの角度を決めるということになります。例えばチルト角度が0度の場合、モーターが水面と平行になっていて、プロペラは水面に対して直角に取り付けられている状態となります。ここからチルト角度を下げた場合、プロペラがボートに対して斜め下についている状態になります。するとボートの先端は下を向き、水面との接触面積が大きくなるため、ボートを安定させた状態で走行することができます。ボートが傾いたりせずに操縦しやすくなるため、結果的に
チルトを下げることで安定したスタートやターン、回りやすさにつながります。一方で水面との接触面積が大きいとレースの直線での伸びが鈍くなる傾向があります。逆にチルト角度を上げた場合、チルト角度を下げる場合と真逆でプロペラがボートに対して斜め上についている状態になります。するとボートの先端が上に向き、水面との接触面積が小さくなります。ボートが水面からの抵抗を受けにくくなるため、結果的にチルトを上げることで直線での伸び、スピードが上がります。一方でボートの動きが不安定になるため、初速が出にくくなったりターンが難しくなって回りづらいというデメリットもあります。このようにチルト角度を変えることでボートの動きや操縦性、そしてスピードなどに違いが出るため、自分のしたいレースや求めている足に合わせてチルト角度を上げたり下げたりする選手も少なくありません。一般的にはマイナス 0.5 度にしている選手が多いですが、伸び足を求めている選手はそこからチルト角度を上げたりしています。しかし全てのボートレース場でチルト3度まで自由に設定できるわけではありません。全国にあるボートレース場の中には上げられるチルト角度の最大を制限している場もあります。多くのボートレース場が3度までの設定を許容していますが、ボートレース戸田ではプラス 0.5 度まで、ボートレース桐生ではプラス1度まで、ボートレース琵琶湖、ボートレース住之江、ボートレース福岡、ボートレース大村ではプラス 1.5 度まで、ボートレース江戸川とボートレース徳山では2度までと、それぞれ制限されています。チルト角度に制限が設けられているのは選手の安全面が考慮されていることが理由にあります。チルト角度を上げることでボートの安定度が下がると、転覆や衝突などの事故が起きやすくなってしまいます。ボートレースにおけるそういった事故は船券の返還や運営などに大きな影響を与えるだけではなく、選手が怪我をしたり最悪の場合は命を失うことにもなりかねません。そういった背景からチルト角度の上限が決められており、基本的に軟水面のボートレース場ほど厳しい上限が設定されている傾向にあります。そんな制限の中で選手たちはチルト角度を調整することがありますが、現代のボートレースでは多くの選手がチルト角度をマイナス 0.5 度に設定しています。この理由としては、チルト角度を上げて直線の伸びで勝負をするよりもターンマークの勝負や安定したスタートでレースをする選手が多くなっていることが挙げられます。もちろんチルト角度を上げてスタート一発で勝負する選手もいますが、それには相当な技術も求められる上に、事故やフライングなどのリスクも大きくなることもあります。そんなチルト角度に関してなかなか驚きのニュースが飛び込んできました。それはボートレース若松のチルト角度が2024年8月中旬に最大3度まで解禁されるというものです。このニュースは各媒体でも報じられましたが、ボートレース若松の公式 YouTube チャンネルで8月15日にチルト3解禁というタイトルの動画が投稿され、パチンコ台の演出をパロディにしたような編集で公式動画でもチルト3度の解禁がアピールされました。そして2024年8月15日からボートレース若松で行われているお盆特選競争では、実際にチルト3度が解禁されました。出場選手のメインとなる福岡支部では、もともとチルト3度を頻用している選手は多くありませんでしたが、その中でも田中宏樹選手は解禁されたばかりのチルト3度を早速使用し、2日目の6レースではまくり差しで快勝。さらに同日の12レースではチルトを0度に戻して2着と、チルト角度を調整しながらの船券絡みで好調に今節を走っているようです。その田中宏樹選手は、チルト3度でもいい、伸びは節1だし回り足も悪くないと語り、自身が使用者第1号となったチルト3度の解禁については、最初は自分がと思っていました、初っていいじゃないですかと笑顔を見せていたようです。今回のボートレース若松のチルト3度解禁はどういった背景で行われたのかは不明ですが、このように選手たちにとって戦い方のバリエーションが増え、レースがさらに白熱することを考えると、ファンにとっても良いニュースなのかもしれませんね。ちなみに
一種の最終兵器などとも呼ばれるチルトサンドですが、これを常に武器として戦っている選手も何人か存在します。有名な選手を何人かご紹介すると、まずは阿波克也選手が挙げられるでしょう。阿波克也選手は1973年4月18日生まれ、登録番号3857、東京都出身で東京支部に所属している。79期、現在 B1 級のベテランボートレーサーです。阿波克也選手はモチペラ時代からどんなレースでもアウトコースを選択して、豪快なまくりを武器としていた生粋のアウト屋で、10年以上前ですが6コースから9連勝という前人未到の大記録も打ち立てています。現在はモチペラ制度が廃止になったこともあり、アウト屋の攻撃力が下がってしまったことで阿波克也選手の活躍の場も少ないですが、今でも大外枠から船券に絡んだり、まくりで勝利を挙げたりと、その気持ちは衰えておらず、阿波克が出るから勝ったというようなファンも今でもたくさん存在しています。次に菅文也選手です。菅文也選手は1988年7月2日生まれ、登録番号4571、徳島県出身で徳島支部に所属している。105期、現在 A1 級のトップレーサーです。菅文也選手は今ではチルトサンドといえばって必ず名前が上がるレーサーで、チルト角度を上げて強烈なまくりで勝利を収めたり、レースの展開を左右させることで有名な選手です。ただどのレースでも6コースに陣取るわけではなく、4コースの角でまくりを試みたり、3コースでも角に引いたり、またインコースや2コースではチルトを調整して的確な逃げや差しを決める腕も持っている唯一無二の選手です。フライングのリスクも大きいですが、常に高い成績をキープしているため SG の舞台などにも出場し、そういった大舞台でもチルトサンドを観光することから、菅文也選手のファンはかなり多いと言えます。チルトサンドを使用するレーサーはこの2人の他にも藤山翔太選手や堀之内清子選手、また初めてのチルトサンド使用で準優勝戦を制した土屋南選手など、さまざまな人気選手が存在します。いかがでしたでしょうか。今回はボートレースにおけるチルト角度とは何か、ボートレース若松でのチルトサンド解禁、そしてチルトサンドの代表的なレーサーをご紹介しました。チルトはレースに大きな影響を与えます。あまり意識していなかったという方は、今後選手たちのチルト角度にもぜひ注目してみてください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。皆さんこんにちは。勝負強いレーサー、勝負弱いレーサーといえばどのレーサーを連想しますか。ボートレースにおいては選手たちは階級が定められており、階級によって出場できるレースも制限されています。レースでの賞金は着数だけではなく、そのレースのグレードや優勝戦などのレース種類によっても大きく変わり、一般戦と優勝戦、一般大会とグレードレースではかなりの差が生じます。そのため選手たちはできるだけ階級を上げ、準優勝戦や優勝戦に進み、結果を残すことでさらに階級を上げたり大きな賞金を獲得することを常日頃から意識してレースしているはずです。今回は直近の大会における大事な優勝戦で転覆して失格となってしまった森田俊介選手についてご紹介したいと思います。森田俊介選手は1975年8月12日生まれ、登録番号3721、京都府出身で滋賀支部に所属している。74期、現在 A1 級のベテランボートレーサーです。森田俊介選手はボートの操縦技術が大会屈指のレベルの高さで、どんなレースでも様々な技術を駆使して果敢に着を狙っていく技巧派のトップレーサーです。森田俊介選手は高校生の頃に両親が離婚し、母親についていくことになったことで、母と妹を支えるためにお金を稼げる職に就きたいという思いからボートレーサーを目指すことにしたそうです。
当時の養成所の応募締め切りの1ヶ月前に母親から募集広告をもらって受験し、なんと一発合格を果たしました。1年間の厳しい訓練を耐え、晴れて74期のボートレーサーとして養成所を卒業します。森田俊介選手がデビューを果たしたのは1994年5月にボートレース琵琶湖で行われた一般戦でした。デビュー戦では勝利とはならなかったものの、その4ヶ月後の9月11日にボートレース福岡でのレースで早くも初勝利を収めています。初勝利でレースのコツをつかんだのか、見違えたように安定したレースを見せて次々に勝利を収めます。その結果、デビューからわずか2年10ヶ月という短さで SG 初出場をマークしました。さらにデビューから2年後の1996年には早くも A1 級昇格を果たし、あっという間にトップレーサーの仲間入りを果たしました。その後も着実に勝利を積み重ねながら技術を磨き、デビューから9年後の2003年2月にボートレース琵琶湖で開催された G1 第46回近畿地区選手権競争で G1 初制覇を成し遂げ、さらにステップアップしていきます。しかしたびたびグレードレースに名を連ね、準優勝戦や優勝戦に進む機会を増やしていくものの、それから10年以上 SG を制覇するには至っていませんでした。しかし2015年10月、ボートレース浜名湖で開催された SG 第62回ボートレースダービーで優勝戦のインコースを獲得すると、コンマ06のトップスタートから逃げ切りを決め、悲願の SG 初勝利を手にしました。そしてこの SG 初制覇にはもう一つ裏話がありました。長年苦労して掴み取った SG 初制覇の賞金3500万円を森田俊介選手は日本財団東日本大震災支援基金に対して全額寄付したといいます。自分に何かできることはないかと考えた結果と語り、全額寄付するという男気を見せ、ボートレースファンに森田俊介の人間性を広めました。その後もトップレーサーとして第一線で戦い続け、2019年9月にはボートレース浜名湖で行われた一般戦で優勝し、全24乗制覇を達成、そして同時に100回目の優勝を記録しています。2024年8月現在、1997年5月以降のデータでは通算700節以上に出場し、2229勝、通算勝率 7.51、 305回の優出、118回の優勝とかなりの実績、そして勝負強さも数字に表れています。一般戦を含んだ数字とはいえ、優出した3分の1で優勝しているという数字は並大抵のものではありません。今やベテランの域にも達している、そんな勝負強い森田俊介選手ですが、直近の大会で優勝戦で転覆失格となってしまうトラブルがありました。2024年8月11日からボートレース琵琶湖で行われた滋賀県知事杯争奪第29回琵琶湖カップに出場していた森田俊介選手は、初日の1レース目を6着としたものの、その後は1着、3着、1着、3着、1着、2着、2着とほぼオール船券絡みでまとめ、準優勝戦でも2着に入り、優勝戦に駒を進めます。優勝戦ではダッシュ5コースの進入となり、安定したスタートを決めながら1周1マークで差しハンドルで2着争いに食い込みます。しかし1周目のバックストレッチで縦へと接触して大きく跳ねて転覆してしまいました。そのまま転覆失格となり、惜しくも優勝できずという結果でした。優勝戦での転覆事故はそこまでレアケースではありませんが、驚きなのは森田俊介選手が優勝戦で失格となったのはなんと約25年ぶりのことだったということです。森田俊介選手は1999年1月にボートレース住之江で開催された第13回新鋭王座決定戦競争で選手責任外の失格となったのが、優勝戦の失格は最後だったため25年ぶりにトラブルということになりました。ちなみに今回も森田俊介選手の転覆は選手責任外の失格という結果となりました。この25年ぶりという数字だけでも
森田俊介選手がこれまで大事な場面で事故のない安定感とともにしっかりと結果を残す勝負強さを持っていたことが分かります。今後も森田俊介選手には大舞台での勝負強さを発揮してほしいですね。ちなみに森田俊介選手はキモリアンというニックネームを持っています。この由来は森田俊介選手の趣味でパソコンを使ってコラージュ画像を作るというものがあり、それに没頭している森田俊介選手を見た滋賀支部の北中元気選手がキモい森田という意味を込めてキモリタと呼び始め、それが次第に柔らかくなりキモリアンと姿を変えていったといいます。実際に森田俊介選手はツイッター X のアカウントを開設しており、そのアカウント名もキモリアンと自身のニックネームを当てはめた ID となっています。このアカウントの更新頻度はかなり高く、毎日のようにレースの感想やプライベートの情報が発信されています。ユーモアあふれる投稿が人気なので、気になる方はぜひチェックしてみてください。また森田俊介選手は先ほどご紹介したようにデビューから2年10ヶ月で SG 出場をしたり、4ヶ月の長期欠場明けでも優勝するなど天才肌なレーサーとして知られていますが、 SG や記念レースの予選道中では苦戦することが多いのも事実です。2015年に全日本選手権を優勝した際のインタビューでは整備が苦手だということを否定し、本人曰く適当にやってバチッと合わせる適当力がすごいだけだと語っていたそうです。そんな森田俊介選手ですが、プライベートにも独特な一面があるようで、食べ物でいうと無類の回転寿司好きだそうです。好物はガリで、減量食としてもガリを食べているとか、またレースに出場していない時は自宅近くのかっぱ寿司にほぼ毎日通っているらしく、ファンの間ではガリタさんというニックネームも一人歩きしているという噂もあります。いかがでしたでしょうか。今回はユニークな一面を持ちながらもデビュー当時から天才肌の活躍を見せ、至るところで勝負強さを発揮してきた森田俊介選手をご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。皆さんこんにちは。トップレーサーである石丸海人選手の妹である石丸小牧選手、プライベートでは同支部の先輩である田頭虎親選手と結婚され産休を取っていましたが、2024年8月16日についに復帰。しかし復帰戦が危うく大事故につながりかねないレースとなったことから、その危険な走り方についてさまざまな声が上がっています。今回はそんな石丸小牧選手の経歴やプライベートをご紹介しながら、復帰戦で起こった危ない走り方についてご紹介していきます。石丸小牧選手は愛媛県今治市出身、香川支部に所属しているの B1 級のボートレーサーです。所属している香川支部には平高奈々選手や山川美幸選手といった女性トップレーサーが多数在籍しています。インタビューでも女子選手で強い先輩が多いので負けないように頑張りたいと話していました。またすでに優出経験がある藤原葵選手は同じ129期であり同期にあたります。石丸小牧選手はデビューしてから目立った成績を残しているわけではありませんが、その容姿で人気を集めています。そんな石丸小牧選手は現在師匠をつけていません。同じ香川支部の先輩方に支えてもらいながら日々練習を重ねているそうです。特に松岡奈美選手が親身になって相談に乗ってくれたりと大きな存在になっているとか、これから師弟関係が結ばれることがあるのか要注目です。また冒頭でもご紹介した通り、石丸小牧選手の兄は石丸海人選手です。石丸海人選手は優勝回数11回、 G1 での優出経験もある実力者、特に陰の強さは圧倒的と言われており、2018年に初優勝を達成してから A1 級を維持しています。柔らかい雰囲気である妹の石丸小牧選手とは顔が似ておらず、写真だけを見ると小わ面ですが
インタビューで時折見せる笑顔からどこか優しそうな雰囲気が感じられます。石丸小牧選手は兄と話す機会が少ないと言いながらも、寺台とハンマーをガシリるために兄の家によく行っているそうです。また兄のように積極的に仕掛けるまくり屋になりたいと話していることから、兄を尊敬しているのがわかります。そんな石丸小牧選手がボートレーサーを目指したきっかけは、やはり先にボートレーサーとなった兄の影響によるもの。幼少期の頃から新体操、アーチェリー、ソフトテニスといったたくさんのスポーツをやっていた石丸小牧選手。高校ではハンドボールで全国大会ベスト8という輝かしい実績を残しています。その後スポーツ好きだったのを活かせるスポーツトレーナー、鍼灸師を目指して専門学校に入学。専門学校時代にたくさんのスポーツ選手と関わっていく中で、支える側よりも自分自身がスポーツをしたいという気持ちが強くなったのだとか。そこで一番身近な存在だったのが兄がやっていたボートレーサー。一年発起で競艇選手になることを決意した石丸小牧選手は、なんと一発で養成所の合格をつかみ取りました。こうしてボートレーサーになることを決意した石丸小牧選手は、養成所を無事に卒業して2021年11月27日の丸亀サンレースでデビューを果たすと、その約1年後の2022年9月14日の常滑5レースで初勝利を挙げました。そして初勝利から数ヶ月後の2022年12月22日の浜名湖2レース、2023年1月4日の丸亀2レースでも1着に、1年間勝利がなかったとは思えないほどの快進撃が続きました。石丸小牧選手は優質、優勝経験は未だないものの、船券に絡む機会が増えています。フライング回数が少ない上、平均スタートタイミングは 0.17 と、スタート技術はまずまず。さらに勝率を上げるためにはターン技術の向上も鍵になりそうですね。プライベートでは石丸小牧選手は2023年6月7日に結婚を発表しました。気になるお相手は同支部の先輩でもある田頭虎千佳選手です。2023年2月に田頭虎千佳のツイートに反応していたことから、その頃にはすでに交際していた模様。そんなお二人は2023年6月7日それぞれの SNS で結婚を報告。田頭虎千佳選手は2023年6月7日に SNS を更新し、実はこの度私事ですが同支部の石丸小牧さんと結婚しました。その後石丸小牧選手も SNS を更新、私事ではございますがこの度かねてよりお付き合いしていた同支部の先輩である田頭虎千佳さんと入籍いたしました。 SNS に投稿された画像を見ると、婚姻届を提出したのは令和5年6月5日となっています。2人の詳しい馴れ初めなどは明かされていないため分かりませんが、同じ競艇選手ということもあり互いに支え合っていたのでしょう。田頭虎千佳選手は香川支部に所属している A1 級のボートレーサーです。 G1 でも2回勝利しており、2023年前期には A 級に昇級するなど頭角を現しています。2022年9月5日の浜名湖12レースではトップレーサーである峰竜太選手を道中で抜いて大金星を挙げたことでも話題を集めました。石丸小牧選手と同様に初優勝に期待しましょう。結婚発表後、しばらく欠場が続いていた石丸小牧選手、その理由は出産、産休、育休中だということが判明し、多くのファンから復帰を期待する声が上がっていました。そんな石丸小牧選手は2024年8月16日にボートレース丸亀で開催された一般戦 RNC 杯争奪サマーチャンピオンレースで圧戦追加が入り、約1年半ぶりの復帰となりました。復帰戦となったのは初日2レースのこと。進入は6号艇中岡雅彦選手が4コースに入ったことで1、2、3、6、4号の順になり、4号艇石丸小牧選手は5コースからの進入となりました。スタートすると1周1マーク手前で絞ってきた石丸小牧選手に対し、6号艇中岡雅彦選手が抵抗、2艇が接触し、石丸小牧選手は危うく転覆するところでした。外を走っていた5号艇宮崎進選手が避けるためにハンドルを切ってエンスト、
危険な事故になる可能性があった走り方に対し、ネット上では小牧のエンジン良さそうですし、復帰戦もあり気合が入ってるのは間違いなさそうでした、それがあのうちに寄りすぎるにつながってる、といった石丸小牧選手の走り方に意見するファンや、復帰戦一周一マーク危うく事故になりかけた、中岡くんちょっと外に振りすぎ違う、宮崎くんが察知しハンドル切ってエンスト、大事故にならずに済んだ、こんなん中岡のせいやない、どういう走り方なんこれ、小牧の復帰戦でこんなことせんでええやん、なんか恨みでもあるんか、回避行動も誘発しとるし、自分のすぐ外を飛ばすためだけの突っ張りは良くないです。中岡って前からこういう説ありますよね、最近の内側の手への抵抗の仕方ってひどいのが多い気がします、ターンマーク回る気ない、といった6号艇中岡雅彦選手に対する批判の声が多く上がっていました。いかがでしたか。今回は石丸小牧選手の経歴やプライベートをご紹介しながら、復帰戦で起こった危ない走り方についてご紹介しました。様々な意見が上がり話題となってしまった復帰戦でしたが、事故にはならずに良かったと思います。今後も母となった石丸小牧選手には事故に気をつけて走り続けてほしいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。